時刻は深夜1時になりました。ウエストランドの井口博之です。河本太です。いつもこの時間はナインティナインのオールナイトニッポンをお届けしていますが、本日はウエストランドのオールナイトニッポンをこの後3時までお届けします。はい、よろしくお願いします。いや、始まりましたよ。はい、まあ知ってくださってる方も多いと思いますけど、はい、M1 グランプリ2022で我々ウエストランド優勝させていただきまして、うん、5年ぶりにオールナイトニッポンを5年ぶりやらせていただけるということで、はい、前回が2017年6月24日ウエストランドのオールナイトニッポン R をやったんですけど、ね、覚えてますか？なんとなく覚えてますよ。まあ、ちょっとここに書いてあるんですけど、はい、その内容ね、うん、とにかくお金がないとか言ってたね。水道が止まったとか、シケモクを3回に分けて吸うとか、アメスピね、炊き出しに誘われたとか、最悪の内容ですよ。言ってたね、しばらくね。よく考えたら誰がこんなん聞きてんだよ。最悪の放送してましたよ。なんかキャンプのなんかコーナーもありましたよね。キャンプのコーナーもありましたし、なんか水の音が聞こえる。クソつまんねえやつ。まあだからそれがね、どういう評価だったのかわかんないですけど、はい、とにかくオールナイトニッポンは何にも呼んでくれなくなっちゃって。まあということはそういうことでしょうね。いやー、まあね、その、はい、そっから5年ぶりですから、はい、まあ状況はありがたいことにね、M1 以降ちょっと変わりまして。そうですね。すごいですよ。だから今日もオールナイトニッポンこの一部、まあ一部初めてですから、はい、やらせていただいて、はい、この後このまま目覚ましテレビ行って、そうですね。で、そのまま別のラジオ2本撮りして、あ、井口はね。で、その後番組の収録が2本撮り、まあ、はい、とか4本撮りか。4本撮り。あってみたいな感じですから、はい、すごいことですよ。激務ですね。なんなら、このオールナイトニッポンも、打ち合わせする時間が取れないっつって、まあ、一緒に今回やってくれてる作家さんが、飯塚さんなんですけど、はい、オードリーさんのラジオとかやってるね。まあ、皆さんね、知ってると思いますけど。まあ、我々は本当に古い付き合いで。始めた時からお世話になってますからね。そうそう、お笑い始めた最初に出たライブのネタ見せをしてくれてた作家さんみたいな感じなんで。そうです、まあ、本当に付き合い長いんで。スーパーブラック会社ね。いやいや、言うな、あんまりそんなことは。そんなことはないよ。おい、よくないな。ダメだ。よくないかかり方してるな。うん、もしかしたらちょっとすいません。1時半ぐらいからウエストランド井口のオールナイトニッポンに変わる可能性ありますけど。やめてくださいね。はい、あんまりはしゃがないでくださいね。危険なことは言いません。そうそう、飯塚さんと一緒に今回やってるんですけど、はい、まあ、飯塚さんと僕お笑いナタリーで連載させてもらってて。今やってますね。そう、それのイベントがあったんですけど、うん、まあ、M1 優勝以降ね。うん、まあ、もともと決まってたんで、イベントは、うん。そのイベントの合間の楽屋で、オールナイトニッポンの打ち合わせをするっていう。ああ、ちょうどいるから。いやいや、めちゃくちゃすぎる。申し訳ないですけど。あと、俺いらんのんかい。打ち合わせに。あなたはいなかったですね。だから、打ち合わせしてない。してないです。むしろお前がしといた方がいいような気はしますけどね。そうですね。で、打ち合わせして、まあ、その時本当に、もう仕事も詰まってて、で、声も出なくなってるし。あの時ピークだったね。そう、多分ね。2時間のトークライブとかの合間だから、で、寝てもないから、正直ほとんどその何言ってるかもわかんないというか。ガッスガスだったもんな。打ち合わせも一応やったけど、うん、もう飯塚さんにお任せしますみたいな感じで、ほぼほぼ打ち合わせもせず、うん、みたいな感じになりましたけど、申し訳ない。今はどうなんですか？だいぶ調子良さそうですけど。そうですね、声はだいぶ戻ってきたと思うんで、うん、ね、お聞き苦しくないように、放送はね、ちゃんとやっていきたいと思うんですけど、はい、ちょっとまあ、あんまりこうね、冒頭から愚痴みたいなことは言いたくはないんですけど、うん、ちょっとオールナイトニッポンに対して、まあ言わせていただくと言いますか、うん、本当に5年間全く呼んでもくれなかったわけじゃないですか。まあまあゲストとかでね、三四郎さんが呼んでくださったりしたことはありますけどね。ただ、いろんなね、若手がこう、オールナイトニッポンをやったりするじゃないですか。うん、まあ、いろんな枠がありますから。うん、で、うちのね、事務所タイタンでも、ダニエルズとか、まんじゅう大帝国とか、ちょめちょめクラブとかが、やったりするんですよ。それって、うん、なんか、オールナイトニッポンの番組をやる、その、出場権をかけた、戦いみたいなのがあって、うん、それで勝った人がやれるみたいな。うん、ただ、その、それにも呼ばれないんで、その絶妙な芸歴と絶妙な実績で、なんか、バトルにも呼ばれないから。そうね。オールナイトニッポンやりようもないし、で、前回やった時も、うん、まあまあ3時からっていうのもあるけど、うん、それなりに聞いてくださって、うん、トレンド入りとかもツイッターでね、してたわけですよ。してましたっけ？してたんですけど、うんうん、その、なんかオールナイトニッポンの怖いのって、うん、本当にその終わった瞬間、急に全スタッフが無言になって、エレベーターまで連れてかれて、お疲れ様でしたって終わるんですよ。怖いんだよ、その、
良かったのか悪かったか何も分かんないし、すごい速さで片付けるでしょ。すごい速さで片付けて急に誰も喋んないですよ。あんなに楽しい2時間を過ごしたのに、ね、その前は乗せてくれてねやってたのに、もう終わった瞬間すぐ台本終わった瞬間もう終わりですそうだな、あの愛の手で噛むぐらいになったらもう終わりですから、もう終わった瞬間いや本当に急に瞬なんかありがとうございました。お疲れ様でした。みたいな、なるから。なったね。で、そっから5年間何にも呼んでもくれないし。まあ、ってことは、まあ、反響がなかったんでしょ？いやいや、聞いてくれてたはずなんですけどね、たくさんね。うん、で、僕は、年越しの三四郎さんがやってる、オールナイトニッポンの年越しスペシャルに、そういうのだけ呼ばれて、その、聞いてくれてた人もいると思いますけど、おしゃべりイノシシだとか言って、この寒い、寒空でしたね。もう、年越しの寒い瞬間を、なんか豊洲の広場の公園に、ノーヒントでそこにいるからリスナー見つけろみたいな無茶苦茶な企画で、イノシシの被り物して、僕を見つけて声をかけた人に、なんかプレステプレゼントみたいな、意味がわかんないでしょ。扱いひどすぎるし。で、その間もスタジオは、若手が集まって、ネタとトークで競って、優勝したやつはオールナイトニッポンやれるんだよ。僕は外でロケやってんのに、何のご褒美もなく、めちゃくちゃ怖いですからね。急に茂みから人が現れて、おしゃべりのしですよね、みたいな。怖すぎるから。現地解散でしょ？現地解散、そう。信じられないのが、現地解散なんですよ。3時とか4時に、うん。で、お正月のヒットパレード、ミニコーナーで出させてもらう予定になってたから、うん、どうすんだよと思って、そっから僕だって、自力でタクシー拾って、豊洲の漫画喫茶行って、2時間ぐらい寝て、入り時間まで。当然だってフジテレビに楽屋とかあるわけでももちろんないですし、ひどい扱いをするだけして、で、なんか M1 優勝したら、なんかニュースとか見たら、ウエストランドがオールナイト日本に凱旋とか、何が凱旋だよと。お前が呼ばなかっただけだろっていう。まあ、そんなもんですよね。いやー、ちょっとね、こっから、今後はね、こう、いろいろ呼んでいただきたいっていう。いや、そうですね。あわよくば、まあ、その、レギュラーで、かね。だって、まあ、我々もラジオね、一応その、まあ、ネットラジオみたいなのを。うん、やってますね、長いことね。多分、どの芸人よりも長くやってますから。うん、まあ、ウエストランドのブチラジっていうのを。走りですよね、あれね。いや、ほんと、10年以上やってますから。やってます。すごいことですよ、うん。まあ今は YouTube とポッドキャストでやってるんですけど、うん、最初 Ustream でしたからね。最初が Ustream だっけ ?Ustream、うん、ニコ生とかいろいろ経て今 YouTube になりましたけど。そうですね。相当長いことやってますから、うん。ずっと優勝するまではね、登録者数も増えずでね。1万人ぐらいでしたね。10年やってね。もうやめてしまえって話なんですけど、うん、よくやめなかったよ。続けてきてよかったですね、うん、だからその時もずっとラジオをやりながら、まあ、オールナイトニッポン呼んでくれないかなとか、うん、いろいろやりまして、オーディションも参加しましたよ。こっちはなんか3分の動画撮って、なんかオールナイトニッポンみたいなやって、誰が3分で面白いトークできるんだよ。なんだあのシステム。あったな。YouTube になんか載せるみたいな、3分でラジオをやってくださいみたいな。うん、できるかそんなもん。それだけ撮りに来てね。それだけやったりとか。うん、俺歩いて帰ったもん、あの日。電車賃なくて。いやいや、知らないけど、それは。バキバキになったよ、阿佐ヶ谷まで歩いて。まあ、だから、そんなこともいろいろやらせていただきながらだったんですけど。はい。まあ、こうやって今、オールナイトニッポン一部をやらせていただけるということで。ありがたいことですね。まあ、せっかくと言いますか、うん、まあ、ラジオはね、やっぱり我々だけじゃなく、リスナーと一緒に盛り上げていくものですから、これはもちろん、まあ、いわゆるハガキ職人というんですか、そういう方々の力が必要なわけですから。叩いてましたけどね。叩いてはないです。やめろ、あんまり言うの。大丈夫ですか？いやいや、まあ、全然僕は、仲良くしていきたいなと思ってますけど、本当にね、怖いから、リスナーって。一番ややこしいから。やっぱラジオのリスナーとラビットのファンが今一番ややこしいから。いや、ラビットのファンね。もうやめてくれよ、本当に。炎上させられてね。炎上なんかしてないからな、と、うん。その。あんなもんはね。言っときますけど、まあラビットにね。うん、まあ素晴らしい番組ですよ。ラビット自体は芸人さんたくさんいて面白い番組なんで。そうですよ。当然出させていただきたいですけど、うん、まあ我々もあんまり出たことなくて、うん、M1 の決勝前に出させていただいたんですよ、スタジオ初めて。ね、うん。そしたら、まあ、ジェンガをやっただけですよ、僕がワイワイ。まあ、ちょっとはしゃぎすぎて、それは申し訳ないですよ。ゲストの方も、役者の方も来られて。それは頑張りますよね、出させてもらえたら。まあ、ただ、僕が良くなかったと思いますよ、うん。はしゃぎすぎたのかもしんない。早くやれよっていうのは、あるんでしょうけど、うんうん、それで、なんか、ツイッターに貼り付いてるラビットファンの人たちが、うん、なんか、炎上大丈夫かみたいな。炎上だぞ。言ったけど、僕にリプ一件来てないですよ。何にもなってないのに、これはやばい。M1 出れるのか、これは。
いやいや、なんで、どういうこと、じゃあ、ちょっとすいません、ジェンガで大はしゃぎしてしまいまして、M1 を辞退させていただきますみたいな。あるか、そんな。バカすぎるだろ、いくらなんて。からね。すごいずっと炎上だ、炎上だって。ね、もう本当に、我々タイタンですから、はい、うちの事務所のボスが、本当の炎上してるわけですから。そうですね。あんなもの事務所的には炎上でも何でもない。何ハッシュタグ付きでテレビに出るなって言われてる先輩がいるわけですから。ただジェンガではしゃいだぐらいで、なんか、うわあ、これは大変だーみたいな。事件だーみたいな。事件じゃ、次もすぐ呼ばれてます、うん。誰からも怒られてません。あなたたちだけです、異常に。過剰に反応してんの。言っとるか、もう悪口。いやいや。怖いって言ったのに。だから、うん、まあ、そう、そういうこともあったからね。あったね。まあ、ラジオリスナーの人とはやっぱ仲良くやっていきたいじゃないですか。まあ、クリームシチューのオールナイトニッポン聞いてました。いや、薄それだけ、これを言えば。聞いてるよ、あれでも。これを言えばすごい好きになるんですよ。ラジオリスナーって。ほんまか？いやいや、マジマジ。有吉さんのも聞いてます。これ大丈夫。そういうとこだろ。クリームシューさんのオールデント日本好きですとか言ったら、ああすごい聞いてるんだみたいな。言っとくけど、うん、そのこれも本当にまあ、まあこんなもん言いたくないですけど。いやいや、言いたくないですよ、僕も。うん、止まらんな。なんか、ラジオね、うん、聞くじゃないですか、我々だって。聞きますよ、だけど、うん、これを聞いてるんだ、あの人が、とか、すごいなるでしょ。うん。いや、お前らよりお笑い好きだからね。こっち命がけでお笑いやってんだから。何をそれで、ああ、すごい、クリームシチューの聞いてたんだみたいな。もう、やめてくれ、あの感じ。いや、好きじゃないとやってられませんからね。そうそうそう。あなたたちが見てる番組、聞いてるラジオ、全部聞いてます。それが芸人です。言っときます。いや、そうね。それをでも言わないじゃないですか、いちいち。いちいちね。うん、だけど、クリームシチューの、あ、オードリーさんのラジオも聞いておりますんで、リトルトゥースです。よろしくお願いします。これで。まあ、喧嘩売っとる。いやいや、これで、みんな分かってくれるから。あ、ラジオ好きなんだ、こいつ、みたいなのを。あ、そうな。意外と今難しい時代で、うん、やっぱ口に出さないと、分かんないわけですよ。まあ、口に出さないと分からないね。伝わらないね。口に出さないと信じてくれないじゃないですか。うん、逆に言うと、うん、口に出せばすぐ信じるし。その。うん、だって M1 で、うん、まあ、優勝させてもらって、うん、そのお前が泣いてるのを見て、うん、僕が、うん、いや、なんで何もやってないお前が泣いてんだよ、ドン引きだわ、みたいな言ったりとか、うん、合間の絡みで、うん、いや、お前がしゃしゃんなよ、みたいな。まあ、本当にしゃしゃってたし。あの時ね。調子乗ってました、完全に。浮いてました。地に足がつくどころか。浮いてました、常に。いや、だから言ったじゃないですか。たしなめるようにね。うん、だけど、当然僕らのこと知らない人がたくさん見てるわけですから、関係性なんて。うんうん、まあ、M1 終わってから直後ね。うん、まあ、賛否、ネタとか、点数とかの賛否はあるにせよ、うん、一番叩かれてたのってやっぱ井口がとにかく相方に対してひどすぎるみたいな。あったみたいですね。感じで、もう総叩きですよ。本当にふざけんな、あいつ。うん、おめえいい加減にしろみたいな。めちゃくちゃ来ましたからね、本当にやめてください。あ、それは来たんだ。めちゃくちゃ来ました。そりゃそうだろう。どんでジェンガではしゃいだからって来るわけないからね。うん、誰が連絡してくんの？ちょっとジェンガはしゃぎすぎなんで、やめてもらっていいですか？いや、ジェンガではしゃいで炎上なんかこの世にないからね。うん、まあね。何にもなってないのに。うん、まあ、そのいいんだよ、ラビットの話は。ああ、もう、そうそう、M1 でね。だからなって。ありましたね。だけど、うん、その後、まあ、それこそさっき言ったブチラジとかで、普通に喋ってるのを見て、あ、こんなに仲いいんだみたいな。怖いよ。ちょっと本当にみんな気をつけるよ、詐欺とか。なんで言われたまんまね、額面通り受け取るんでしょうね。そう、本当に気をつけてください。ちょっとそういう啓蒙活動もしていかないと。うん、あと、まあ、仲悪い A はなんでそんなに気になるんでしょうね。まあまあまあ。どっちでもいいというかね。ああ、うん、それはだから気になるところもあるでしょうし。仲いいですからね、我々ね。いやいや、いいよ。それを言うのが嫌だから。な。言ってない。なじゃねえんだよ。あと、やっぱりその M1 直後の番組からの、お前の低たらくにより、ひどすぎるっていう派はもう一掃されましたから。すぐ沈下しましたからね。あれは言われてもしょうがない。だから現在進行形になってると思いますよ。声小せえなとか。声小せえ。もう言われてんじゃないですか。うん、だってもう1時じゃもん。いやいや、1時じゃもんじゃなくて。寝る時間。これからやるんで。これからずっと明日の夜まで働くんだから。寝る時間で。いやいや、やめちまえだったらもう。お前はもう芸人をそんなになるぐらいだったら。まあちょっと本当にこの3時までやらせていただきますんで。よろしくお願いします。ちょっと本当にメールもいろいろ募集しますし、コーナーもやっていきたいと思いますんで。やるんですか？はい。もちろんやりますんでね、皆さん、はい、どん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 メールもよろしくお願いします。はい。じゃあ行きましょうか。はい。それではそろそろ始めていきましょう。ウエストランドのオールナイトニッポン。
うるせえな、はいも入ったじゃないんだよ。いいよディレクターさんとのやり取りに反応してるから。入っててもいいよ別に。そうね、改めましてこんばんは、ウエストランドの井口博之です。G ドラゴンです。おいボケんなよ急に。知られてねえやつが名前でボケんなよ、恥ずかしいな。なんかカチカチのボケ何にもしてないと思って。なんかせんと、どうなんですか実際 M1 以降、うん、まあ、M1 前から僕はちょっと一人でちょこちょこ出させていただいたんですけど、ね、僕はもう全然出てない。本当に出てなかったわけじゃないですか、うんうん、今までの中で良、うん、かった仕事とかこれはやれたぞみたいなあんの？なんか、いややれたぞはないけど楽しいのは楽しいよ。あそう、まあ、何よりです、楽しめてるからね、うん、そう思うの大事でしょ。いや大事大事、それは大事ですよ。だからやっぱその変にはしゃぎすぎたりとか、うん、時々あるじゃないですか、僕より喋る時とか。あるある。綺麗な女の人がおった時一番見てらんない、うん、あと僕よりなんか怖くなる時スタンス間違えるんだよな。どのタイミングで水取り行ってんだよ。いや違う違う、鼻を噛むなよ今。ゴミ箱に捨てたティッシュで今鼻噛みました。いやいやいいよその所作の説明は。はい、いやなんでまあまあここからいろんなお仕事もあるわけですから、うん、Q さんも楽しかったな。まあそうですか、うん、まだ放送されてないですからね、うん、あんま余計なことは言わないでください、ね、怖いからみんなに緊張が走るから。ずっとザキヤマさんの隣に座らせてもらって。言うな言うな怖いから、うん、怖いから言うな、もう余計なこと言うな。なんでまあいろんな番組でねいろいろ我々もネタやらせていただいたりとか喋、はい、らせていただいたりしてて、ちょっとやっぱりそのどうしても M1 のネタのイメージもあると思うし、うん、まあもちろんね世間ではまださやかが優勝という声が根強くあるわけですから、まあねすごかったですからね、うん、まあそれはもちろんそうなんですけど、ちょっと僕らも、うん、なんとかねこっからやっていくために、うん、好感度も上げていかなきゃいけないし、大事ね、違う一面も見せていかなきゃいけないんで、うん、ちょっと今回その生放送でのメールを募集したいと思います。メールテーマがあります、はい、お願いします。今回これを募集したいと思います。小さな幸せ。はい、これですよ。皆さんが感じた小さな幸せを送ってきてもらって、うん、ほっこりしようという、これは本当に振りじゃなく、なんていうんですか、アスファルトに咲いてる花を見て、うん、勇気をもらえたとか、うん、おいっ子がこうなんかよちよち歩き始めて感動したとか、おいしそうだなとか、おいしそうだなじゃねえわ。挟んでくんだよ余計なこと。いやそういうほっこりよ本当に。そうですよ、僕はもうシュウペイさんになりたいですからねこれから。どういうことなんだよ。いや本当に、まあ、娘がシュウペイさん好きなんですよ。そう大好きなんです。だから我々もシュウペイさんと銀歯泥棒が大好きなんですよ、はい、銀歯泥棒って言うね、正則さんのことを。娘銀歯泥棒って呼んでる。正則さんが銀歯泥棒なわけではないから、うん、キャラメルだから銀歯泥棒。キャラメルを好きなだけだから、そうだったら。なんでまあちょっと本当にこれマジでみんな振りとかじゃなく、うん、本当のほっこりの本当のやつね。で我々 もう僕も、うん、腐さないから、うん、いちいちそれにふざけんなとか言わず、うん、あこれは本当にいいですね、うん、ほっこりしますねっていう時間にしていきたいと思います。真面目にね。もちろんもちろん、それをどんどんだから送ってください、よろしくお願いしますっていう振りね。違うよ、やめろよ。なんか皆まで言う感じのやつ。っていうね、やめてくれよ、何も分かってないくせに。分かった風にしやがって。だってさっき打ち合わせしようたら、はい、全然意味わからんから。なんで意味が分かんないって。怖いよ、その後このコーナーとかもあるわけですから。お前のなんかコーナーもあるし、うん、なんならメールも読んだりもしなきゃいけないわけですから。メールは読むよ。メールは読むよっていうか、うん、ただ、うん、メールのその意味とかそのなんてこんなん言うのもなんですけど、面白みを理解してなくて、それはよく申し訳ないことになる可能性もありますから、うん、だから読むマシーンよ、もう読むマシーン。読むマシーンとしてもレベル低いからな、うん、噛むしな、間違えるし。冒頭から結構噛んでますからね、うん、何回かは。やっぱ緊張してるんですね。そのまあまあね、もちろんオールナイト日本一部やらせていただけるのはすごいですけど、いつなんか緊張とかしなくなるの、もうちょっと。もう無理だろ、14年やってこれなの。まあでもこのなんていうの、テレビとかラジオとか今まで経験してなかったことをこうやらせてもらってるわけじゃないですか、うん、どうその緊張というか。するする、大人いっぱいおるし。大人いっぱいいるっていうか、うん、もっと言うと、うん、まあ、我々ブチラジっていうね、まあ、YouTube とポッドキャストやってるんで、うん、ぜひ聞いてほしいんですけど、はい、そうですね、そこではそのお前は伸び伸びとやってて、うん、うちラジの河本さん面白いみたいな声結構あるじゃないですか、うん、ねえ、ありがたいことでね、まあ、あれは事務所で、うん、本当に気の知れたスタッフと、もう仕事でも何でもないですよ、うん、ただの集まりですから、うん、で撮ってるだけで、うん、今のスケジュールにぶちラジが入ってるのは本当にこっちは迷惑というか、うん、まあまあしんどい時はありますけどね、ぐらいの感じでやってるじゃないですか、うん、
そこではこう伸び伸びとできるみたいなノリが、ノリというか本当にそうだよ、うん、まあ本当そうですよ。だから、うん、あのそこにいる作家さんと、うんうん、まあ撮ってくれてるスタッフさん、うん、まあ計3人です、僕ら含めて全部で5人、うん、その3人の前じゃなきゃできないみたいなことを言ってたじゃないですか、うん、あの来てるんですよ今、今日来てくれ僕の緊張をほぐすためにけどな、うん、それ以上に大人がいっぱいおるけどもう関係ねえ来てもらったとこ申し訳ないけど深夜1時に家族もある大人3人がわざわざ来てくれてるんですよ。お前全員結婚してるのそう全員忙しい中、うん、緊張しないためにそう来てもらったんですけどもう関係ない、見えんもんだいや見ろ見ろ、ブースの外にいるから見て、あーいたいた、だけどその手前にいっぱい大人おるんだよいやいや大人いるけど、もう僕らもやっぱ芸歴重ねたり年重ねて、うん、スタッフさんももう後輩とかになってきてるわけじゃないですか。年もね多分も 下でしょうしね。だってねディレクターやってる野上さん、うん、野上くんですから、うん、たら、まあ、前も、お世話になってたんですけど5年前ね、ちょっとその野上くんにも言いたいことはあるっていうか、うん、なんかね今日もそのチャンピオンだからということでか、うん、緊張した感じを装って打ち合わせとかしてましたけど、うん、僕は忘れませんよ。だから前回オールナイトニッポン R やらせてもらった後、うんうん、A マッソのなんかエナニチョリの YouTube で野上さんに電話して、はい、ウエストランドの評価聞くみたいなのあったんですけど、はい、野上さん言ってましたよ、ずっと75点ぐらいなぜなら売れてもねえし花もねえしそれをなんか言われたくないから打ち合わせでなんかそのかしこまった感を出してたんで、どうせ言わせないために、うん、言わせないために。さっき喫煙所でなんかすごい5年前のあれ反響ありましたよって。いやいや、じゃあ75点って言ってた。いや、じゃあ呼べやと思いながら俺タバコ吸ってましたけどね違います、ずっと75点だと思ってたんで。そうなんかいそうなんかい、 その人が今手前にて奥にブチラジのスタッフがいますからね。もうやめよう緊張するの。あ、大丈夫ですか、緊張しなくなりましたか。どうかな、どういうつもりで言ってんだよお願いしますよ、生放送ですからね。そうですね、はい、ちょっとじゃあメールもね、テーマも言ったんでメールのアドレスも一応紹介しておきましょうか、はい、受付メールアドレスは ik@allnightnippon.com ik@allnightnippon.com 井口孝元の頭文字 ik に @allnightnippon です。まあ放送聞いての感想とかね、うん、我々に言いたいこととか、まあ何でもいいから送っていただければと思います。リアクションもね、まあ何でもいいと言ってもその何でもいいわけじゃありませんからね。本当にね、ダメなことはダメですよ。その傷つきますからね。我々も人間ですから。いやいや、それはそうです。なんでその、なんでもない時間。何にも言ってない。傷つきますよ、人間ですからっていう。この貴重なオールナイトニッポン一部の2時間の中で一番いらない。何にもないんなら喋んなくていいから別に。なんかやんなきゃみたいな、ね。そう、それなんだよな、うん。それが邪魔なんだよな。そう。正式に。スキルもねえやつが、そういう変な時間を作るのが今一番無駄ですからね。なんかおい、いや、何が起こったのか分かんないよ。怖いよ、やめてくれよ。急になんか犬に吠えられたくらいの感じだったから。やめてくれよ。なんか僕がトークしてる時に、うん、なんかしようと思ってくれてるんでしょうね。うん、相槌みたいなすごい、今までやってなかったんですけど、多分 M1 以降なんかしなきゃという気持ちの表れで、そう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 。やってくるじゃないですか、うん。本当にやめてくれよ。全部違う時ある。あれ前違う何だったかな、いやいやだから全部違ったんだよ、ね、今日ね、それこそブチラジが8時に配信されてるんですけど、そこで放送された回で、はい、僕がなんかエピソードトークをね言ったらやってるんですけど、うんうんうん、もう本当にずれ漫才が自然とできてるというか、うん、なんかその、まあ、魔石のやつに、忙しいスケジュールの合間、魔石のなんか若手のアワードに生かされたスケジュール入ってたみたいな話で、うん、あ、新宿風ね、とか、いや、新宿風じゃなくて、まあまあ違うところでね、渋谷のロフトであったけど、で、あってその、しかもこの忙しい合間飛び込みで来てんのに、魔石の若いスタッフさんに、いや、井口さん衣装ありますかとか言って、いや、衣装なんかないし、みたいな、あ、そうかそうか、タキシードね、とか、タキシードでライブ出ることなんかなかったし、一回も。どういう合いの手なんだよ、そんな。あったあった。もう、うんとか、うん、あーとかだけで大丈夫だから。そうね。もう無理して頑張らなくていいんだよね。いや、頑張るって、いっぱい喋ることじゃないから。うん、その、キャラに合ったね。まあまあ、キャラに合ったとか言い出すと、あれですけど、うん、そうだね。そうでしょ。なんか、出るんでしょ、知らないけど、喋らない、無口な。あ、そうそうそう。ね、みたいなやつでしょ、うん。ロケしたんすよ。大丈夫ですか、そういうの。いや、なんか大丈夫なのかなって思うようなロケだったよ。まあまあ、それ、放送見ないとわかんないですけど、うん、無口として呼ばれてんのに、うん、まあ、そこが仮にうまくいって、うん、また次呼ばれて、無口として評価されて呼ばれたのに、うん、すごい喋るとかあるじゃないですか。うん、そう、ある。自分が何を求められてるか考えてくださいね。
そうだね。ツイッターの感想もどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ、ウエストランド ANN でお願いします。まあ、これがトレンドにどんどん入ってくれたらね、また。乗ればいいですね。次につながると思いますんでね、よろしくお願いします。はい。なんか、かなりの数のメールが。来たんですか？今回コーナーに相当届いたらしいですよ。わあ、すごいですね。一つ言えることは、うん、なすなかにしのオールナイト日本よりは相当多いと。どこと比べてんの？いうことだけは間違いないです。やっぱ昔のイケメンに勝ちましたよ。昭和の醤油顔ね。昭和のイケメンですか、那須さんはね、うん。ということでやっていきたいと思います。はい。さっき募集したメールもね、どんどん送ってきてください。かなりの数のメール届いてますので、できる限り紹介していきたいと思います。深夜3時までお付き合いください。はい。はい。ウエストランドのオールナイトニッポン。この番組は、ボートレース振興会、高須クリニック、ワンカップ大関、ブルボン、AK レーシング、エイブル、ガチャガチャの森、信用金庫、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りします。花子です。今日カフェで。花子さん、アイスコーヒーのサイズどないする？M で。ないわ、ショートかトールやな。そんな日は早く帰ってワンカップ大関を飲む花子でした。このサイズ落ち着くわ。お酒は二十歳になってから。エイブル、部屋選びトランプしよう。一番いい部屋を選んで勝負な。収納は大事。静かそうなのは君に決めた。一番いい部屋誰だ。みんな違ってみんないい部屋。部屋エイブルで決めよう。エイブル。ねえ、ずっと一緒って言ったよね。どうしていないんだよ。いつもそうだ。僕が会いたい時に限っていつもいないんだ。そばにいてくれよ、アルフォート。買ってこよ、アルフォート。あるブルボンアルフォートミニチョコレート。ガチャガチャの森がオールナイトニッポンと夢のコラボ。オールナイトニッポン55周年記念ガチャ第2弾の登場です。今回は日本放送技術部監修のもと、ラジオブースを完全再現。全4種類全リスナーのマストアイテム。お求めはガチャガチャの森。崎坂美也です。信用金庫は日本スケート連盟のオフィシャルパートナーです。スケート競技で夢に向かって挑戦する日本代表選手を応援しています。信用金庫も地域の未来のために日々挑戦を続けています。私はそんな信用金庫が大好きです。新金箔。お財布どこだったかしら。何会計でもたついてるんだ、あのばあさん。一言言ってやるか。よ、あんたのペースで全然いいんだよ、落ち着いて。おお、まさかの発言、優しいエール、ありがとね。イエーイ。叩くより讃え合おう。AC ジャパン。番組ではラジオの前のあなたからメールを募集しています。メールアドレスはすべて小文字のアルファベットで ik@allnightnippon.com。 井口と河本の頭文字の後に allnightnippon.com です。ツイッターのハッシュタグはハッシュタグウエストランド ANN でお願いします。お願いします。ウエストランドのオールナイトニッポン。イエス、高須クリニック。高須クリニックは頑張る女性を応援しています。高須クリニック。元看護師、公認会計士、元バイクレーサー、そういう人たちがボートレーサーとして活躍しているらしい。あの深夜ラジオのリスナーってのもありですかね。スポーツで食っていく。詳しくは新ボートレーサー募集で検索。この子の母親は言います。 I am a child. I have a child. 私はまだ子供です。でももう子供がいます、と。早すぎる結婚によって教育の機会を奪われる子もいます。幼すぎる妊娠、出産によって
失われる命もあります。すべての女の子に未来を選ぶ権利を、プランインターナショナルです。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。ウエストランドのオールナイトニッポン。ウエストランドの井口です。河本です。この時間はウエストランドのオールナイトニッポンをお送りしています。はい、メールが早速たくさん届いてるようなので来てます。紹介しましょうか。行きましょう。ラジオネーム鶴の二声、井口さん、野上さんは冗談で75点と言ったんだと思いますよ。本気にしてる井口さん可愛いですね。何なんだよ。ちなみに今はどうなってるんですか。何点なんですか。80点。なんでそのちょっとずつ上がってくシステムだ。100点ねえだ。今回は100点ですとかじゃなく、今80とかどんどん上がっていくシステム。積み重ねていくんですね。ああ、そういうことなんですかね。ちょっと今、はい、気まずい空気が流れてますからね、ずっと。初めて聞いたもん、僕は。まだ、ありますか？行きましょう、どんどん、ね。はい。はい、ラジオネームずっと春休みでいいのに。うん、今年の年越し特番は中継に行った人も最終的にスタジオに集合していました。多分ウエストランドが一番最後にオールナイト日本に舐められていた世代だと思います。、ね、いやだからそうなんだよ本当に。まあオールナイト日本やらせていただきたいっていうのもあるけど、うん、何のこの大会にも出れないから結局やる術もないし、でオールナイト日本もなんかいっぱいあるしよ今あるね。いろんなオールナイト日本があるから、ゼロとかのクロスもあるし、で、なんか、ポッドキャストもあったりとか。ああ、ポッドキャストもある。トム・ブラウンもやっとるもんな。まあまあ、トム・ブラウンさんもやってましたけど。そうそうそう。だから、なんかそこで、こう、芸人がみんな、あれ、もしかしたら、レギュラーでやれるかも、みたいなとか、うん、なんかオールナイト日本をこう、餌にみんなをこう、走らせて、うん、いろんなところで、競わせてな。競わせて、一生懸命やるけど、結局とんでもない大御所のオールナイト日本しかないから、うん、何にもなんないみたいな。枠ギチギチだもんな。なんかね、我々のもやらせていただけたらありがたいですからね。はい、あんなにおしゃべりのししの違うやつもなんかやりましたからね、その。2年ぐらい行ってなかった？ 2、3年、3年ぐらい行きましたよ、そのなんか街頭インタビューとか。ガチで何にもない中、本当に寒い中すいませんって声かけて、うん、なんとかスタジオに連れてくるみたいなのもあって。あった。マックスめんどくせえと一緒に出とったの。いえ、マシンガンズさんな。マックスめんどくせえって言うな、マシンガンズさんのこと。ネタね。めんどくさいわけじゃないから。ラジオネームピーマンの箱詰め。うん、文句あんなら帰れよ、井口。ふとしさん一人で残りの1時間半やれよ。本当にそう思ってんのか。おい、ピーマンの箱詰め。お前本当にウエストランド河本のオールナイト日本がやれると思うか。暗い気持ちになるぞ、うん、声のトーンから何から暗いんじゃけ。寝る時間じゃけ。こんなに寝る時間、寝る時間じゃけ暗いんや。いや頑張れよ。まあでも本当に昔言ってましたからね、お前はあのデビュー当時、うん、オールナイトニッポンが決まったら1時とか起きとかなきゃいけんのんか嫌じゃなって言ってましたからね。やめてしまえよ芸人、そんな気持ちのやつ。そんなこと言った？言ってました言ってました。ひどいな。いやひどいですよ。多分ボケじゃねえだろそれ。ボケじゃないボケじゃない。別に今もずっとひどいし、そんな時代もあったなとかじゃなく。ああ、今もひどい。そういうことがね。うん、これがテーマですね。ああ、来ました。さっき言ったほっこりのやつね。はい、ラジオネーム最初はグーテンモルゲン。うん、僕の小さな幸せは庭の盆栽の成長を感じる瞬間です。毎日水をあげていると少しずつ大きくなっている様子が分かって心が温まります、うん、盆栽を丁寧に育てるのは趣味としてかなりおすすめです。いいじゃないですかね盆栽。いやーなんか絶妙な本当の感じのやつ来たな。なんかその何ほっこりの、うん、ほっこりしすぎるふざけたやつでもないし、そうだよな。そんなもんにほっこりするかっていうやつでもないし、絶妙な、一番嫌なやつだから、盆栽とかの成長とかって、なんか、本当じゃん、多分。うん、やめろよ。どっちかだろ。本当の究極のほっこりみたいなやつか、全然ほっこりじゃないか、どっちかにしてくれよ。なんだ盆栽が日々ちょっと成長してるって。多分そうなんだろうよ、お前の中では。絶妙になんとも言えれんよ。なんとも言えないやつ送ってくんなよ。ちょ、他のにしてくれ。はい。ラジオネーム、三浦康子。かっこ偽物。いや、だろう、それは分かってるよ。昨年末に一人暮らしを始めたのですが、仕送りで少し高級なレトルトカレーが届きました。うん、大事な時に食べようと、今からワクワクしているのが小さな幸せです。小さすぎるんだよな、なんかその。もうちょっと、なんか
腹立たせないと、僕のことを。あの、うん。もう崩せ。その、もっと、いや、これいいですねって言えるほどのなんかあれでもないし、すごい中途半端な感じになってるから、うん、もっと、その、ちょっと違うやつないその。ある。ブチラジネームじゃねえわ。ラジオネーム。恥ずかしいな、もう。一番恥ずかしいから、ブチラジネームなんていうのは。一応、あの、みんな来てるから、ギリで僕もここで紹介したけど、チブだからな、僕らの。ブチラジなんてやってるってことは。これだけはやめようと思ったんだ。ブチラジネームっていうのだけはやめないといけないんだよ。隠さないと。ブチラジネームとか、うん、まあ、リスナーのことをソルジャーって呼んでるとか。呼んでるんだ。絶対隠さなきゃいけないことだから。これから世に出てくにあたって。そうそう。やめてくれよ、もう。ラジオネーム、お酒は二十歳になってから。うん。コンビニでご飯を買ったら金額が777円だった。あるけど違うんだよ。もういいよ。もうええわ。もういいよ。もうそろそろ崩してね。おいお前らもう好きに送ってこい。もっと。うん、もういい、うん。好きに送ってこい、どんどん。ガチのやつじゃなくてね。それどんどん読んでいくから。はい、まあ、引き続きメールは募集してますんで、ね。はい。よろしくお願いします。お願いします。受付メールアドレスは、ik@allnightnippon.com。ik@allnightnippon.com。井口幸本の頭文字、ik に、@allnightnippon です。はい。まあ、本当に、M1 でね、優勝させていただいてからずっとこう、お仕事がありがたいことに続いてるっていう。うん、感じなんで、まあすごいじゃないですか、やっぱ M1 って影響力はね、本当にすごいんだなって思ったのは、優勝させていただいて、うん、別にその違う局の夕方のニュースとかでも取り上げるじゃないですか、うん、で我々の地元岡山県津山市、うん、優勝したウエストランドの地元が今こんな盛り上がりを見せてますみたいな、ああ全国ニュースね、そのすごいで本当金メダリストみたいな、うん、でなんか市役所にウエストランド優勝みたいな横断幕みたいな あるみたいね、いやすごいな、でそカメラが引いてったらすごいちっちゃい、そのすごい高い位置にある、すごい高い位置にすごいちっちゃいのキャットウォークみたいな、ありがたいですけどね、うん、とか見えるやつね、 G 小さいっけ、まあまあまあそうですけど、うん、母校の生徒とかが女子高生とかが、ウエストランド優勝、最高みたいな、うん、その、完全に言わされてるハートのマークさん。何の感情もこもってない。映像がね。なんか、銅像とか作ってほしいです、みたいな。ふざけんなよ、本当に。言っとくけど、あの直前に別番組で母校行ったからな。行ったんですよ。決勝直前に行ったら、新聞の切り抜き一つ貼ってなかったから、うん、我々の母校は。知りもしなかった、ね。知りもしなかった。教頭先生が、ちょっと存じ上げないです、みたいな感じだったのに、急に、変えてのひら変えて、なんかわかんないですけど、校長室に集められたような生徒たちが、うん、僕はサッカー部なので、ワールドカップの方に集中してました、とか、なんか、ね、誰にインタビューしても舐めてんだよ、僕らのこと。優勝した後もね。優勝した後。あれをなぜか夕方のニュースでガンガン流すっていう、ね、わけわかんない時間もありましたけど、うん、まあただそれぐらい影響力もあって、で僕らのコンビ名ウエストランドが、地元岡山県津山市のショッピングセンターから、はい、つけてるっていうことで、まあその津山のスーパーウエストランドも、うんうん、まあ相当、その、うわーって焦ったんでしょうね。優勝するとは思ってなかったのか、うん、優勝した瞬間なんか、なんとかしなきゃってなって、もうわけわかんなくなって、全品 20% オフっていうやけくそのセール始めた。傾くぞ。大丈夫かなっていう。大丈夫なんかもうわーってなった。多分、なんとかしなきゃ、なんかしなきゃ、もう行け、もう早くやれみたいなのあったんでしょうね。ワイルドなね、社長ですから、あそこもね。そう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 。まあ我々もお世話になってますから。お世話になってますからね。全品 20% オフになったり、いろいろこう、僕らの、ね、コーナーみたいなの作ってくれたり。なんかあるみたいですね。してるみたいですから。店街とかもね、なんか講演会を作って、そうそう至る所にこうチラシとかやってくれてるみたいで、うん、竹内先輩がいいよ、そのお世話になってるね、地元の先輩ね、うん、やってくれてるんですけど、うん、まあM1 影響力もちろんすごいですし、うん、M1 とね付随してあるのはやっぱアナザーストーリーなんですけど、もう流れましたね、そうそうそう、だからね M1 の決勝のネタで、うん、アナザーストーリーうざいみたいな、うん、言ったじゃないですか、うん、ただ、まあ、優勝したら当然アナザーストーリーはあるわけなんですけど、うん、本当に、まあ、決勝決まってからもずっとこう密着とかあるんですけど、うん、優勝した瞬間にスタッフさんが変わって、うん、まあ、聞いた話によると、うん、決勝、優勝決まるまではバラエティのスタッフさんというか M1 のスタッフさんがやってくださるんですけど、ね、優勝した瞬間そのドキュメンタリーの、うん、なんか熱闘甲子園とかをやられてるようなスタッフさんに、ガチじゃん。変わるんすよ。うん、だから、本当にちょっと、すごいじゃないですか、うん。で、僕も後々聞いて分かったんですけど、うん、僕についてくれてたそのディレクターさん、うん、ずっとカメラ回してるディレクターさんは、うん、その、
まあ、その人が A さんだとしたら、うん、マムシの A って呼ばれてるような、その、人だ。密着の、その、猛者というか、うん、どんな人からでもコメントを引き出す。あ、もうすごい人だった。執念の人だった。すごい腰の低いなんか方でしたよね。そう、だからそれも作戦なんですよ。作戦なんでしょうね、それが。とにかく、いやー、僕もね、本当にアナザーストーリーなんて、いらないとは思ってるんですけど、なんなんでしょうね、これ。とか言いながら家でずーっとカメラ回して。帰んないでしょ？全然帰んない。家に3時間とかしかいない、この時間に寝るしかないっていう間も、ずっと帰んないから、うん、本当に、もう眠くて、体力がなくなってきて、だから、うん、捉えられてアジト吐かされてるようなもんですよ。感謝してますみたいな言うまでずっと朦朧としながらね。と密着。なうちも帰んなかったですからね。せっかく家族に会える時間なのに。そうそう、そこを撮りたいとかね。そうそう。あったりとか、うん、あとはもうそのあの手この手なんですよ。とにかく僕が多分欲しいセリフを言わないからか、うんうん、本当にあの手この手で最終的になんか。井口さん、実は僕も、体が小さくてですね、うん、いじめられておりました。その、何クソの気持ちを持って、今、ディレクターをやっています。いや、僕そんな気持ちでやってないし、いじめられてもねえし、別に。勝手に決めてくんだよ、僕のストーリーを。いじめとったもんな。いや、そんなことねえわ。余計なこと言うな。だから、その、あの手この手でなんとか。やるんでしょうね、そうやって怒らしたりとか。出そうとして。田中さんも言おったけどな、爆笑問題。まあね、ドキュメンタリーとか密着ってもうそういう感じなんでしょうけど。うん、で、いざその、まあ、アナザーストーリーがね、結局放送されて、うん、見たんですけど、まず、その、僕が気になったのは、うん、まあ、優勝の瞬間というか、うん、最終決勝の、うん、最終決戦の名前がダンダンって出るじゃないですか。うんうんうん、ウエストランド、さやか、ウエストランド、ウエストランド、ウエストランドってなったあの場面。うん、まあ、当然、M1 決勝の本編は、うん、あそこがずっと映されてるわけじゃないですか。うん、だからアナザーストーリーで、その時の僕らが映ってたじゃないですか。一、うんうん、個めくれることの。うん、その、お前が、ウエストランドに一票入るごとに、うっしーってなんか、ガッツポーズ出たんだよ。してたね。その、いや、こいつ優勝、すごいしたいんだとか。当たり前だろ。その、なんか、当たり前だよ。すごい嫌だったんだ、うん、そんなやついないし、他に。なんかその、うん、みんなじっとしとったもん、ね。とか、なんかその、うん、どうだみたいな祈りとかじゃないですか。うん、どうなるどうなるとか、うん、わーとか、うん、こんな入ったとかなのに、うん、そのなんか、アスリートとかの。嫌なやつにも見えるし。そうそうそう。あれ恥ずかしかったわ。ちょっと薄暗いしな。薄暗い中、うん、さすがに誰もが認める何にもしてないやつが、よしよしみたいな。めちゃくちゃ恥ずいよ。4票入った瞬間、ずーっと涙を流してる。あの映像の嫌さ。あれ恥ずかしかったわ。なんか本当に僕はなんかわーとか。まあそれ見て泣いたんだけどな、俺。アナザーストーリーを見て。無限に泣けるじゃねえか、そうなったら。すぐ泣く。自分が泣いてるアナザーストーリーを見てまた泣くの。泣いた、めくりが、最後、志らく師匠のバーン。そこで決まり。決まり。あれで泣いたもん。もう一生泣けるよ、それだって。それで自分が泣いてるとことかもあるわけじゃないですか。あれでもまた泣いて。俺平気なの、別に自分の泣き顔見るのは。いや、もうやめてくれよ、かっこ悪いし。あと、お前の結婚式のスピーチに、時計でも、ね。あれとか、うん、なんで勝手に使ってんだよ、マジで。いや、くださいって言って。出すなよ、あんなもん。本当に。あれ、だから。あれをまず、素材を弟にもら、送ってもらってね。だから、何にも僕聞いてないですからね。うん、あんなもん使ってほしくないもん。だって、あんなの。これは映像と思って。これは映像じゃないんだよ。僕はアナザーストーリー大好きですから。だから何年も前の、うん、あんなもん、何年も前ですよ。結婚した時にね、地元で結婚式挙げた時のスピーチ、ね。だから、僕だってどうしようかなと思ったけど、一応呼んでもくれて同級生だしね、うん。で、一応そっちの奥さんの方の家族もいるから、うん、変なことも言えないから、奥さんの家族向けに、一応いいことを言わなきゃなと思って、うん、そうだろうな。完全そうじゃないですか。うん、それわかるでしょ。わかるよ。だってお前がそんなこと俺に言うわけない。完全にビジネスモードだったわ。そうそうそう。だからあれも、その、うん、ギャグとまで言わないまでも、うん、外面よくしてる。社交辞令じゃないけどね。そうそうそう。なのに、なんかあそこで、なんか、やられたから、結局こいつもか、みたいになるでしょなんか、うん。で、その、ぶれたよな。今の僕があまりにも言わないから、2年前の僕ばっかり出てくるしな。その前の家のな。前の家の、ボロアパート時代の、2年前の僕が、言ってるビールを、なんか、あげてるし。全部2020年ですからね。最初に、2020年こうだったってチラッとは言うけど、その後さも今の僕かのように。ねえ。あれうまいよな、あの編集。うまいことやって。で、今の僕が映ったと思ったら、外観丸出し。ふざけんなよ、お前。
家全部わかるから、ね、駅からマンションまでの道中の丸写し。まあ今はそこカットされてるみたいですけど、さすがに。あ、そう。いや、うちの外観出てたからね。ふざけんなよと思って。だからなんか変に鍵んとこだけお前の鍵だけモザイク。鍵だけモザイクになってる。その、いいよ。どういう意味なの全モザイクにしてくれよ、それだったら。あったね。まあそんなこともありつつ、まあアルダストーリーもね、たくさん見ていただいて。いやいや、楽しかったよ。まあまあ感動したと言ってくれる人がいるならいるでいいですしね。うん、まあいろいろやってたんですけど、うん、そっからもう本当に M1 優勝後から、もうすごいじゃないですか。うん、あの日も朝それこそ目覚ましテレビ出させていただいてとか、ああ、そのまんまね、いろんな朝の番組出させていただいて、お前は全部ネタを間違え、うん、本当移動中の車内でもリモートで大阪の番組に出演だったりとか、うん、ラジオに出演とかあるから、うん、ラジオとか電話で出てるから、うん、全然聞こえないから、聞こえないめちゃくちゃ大声でウエストランドですお願いしますみたいな車にも乗ってるからね、車でそうそうそう、多少声張らないと、ね、そんなことやってたら、まあ、喉もちょっとね、僕調子も悪くなって、さすがに潰れるんじゃな、お前でもな、まあ、潰れるというか多分強かったかも、めちゃくちゃ、そうなんですよ、別になんていうんですか、なんかポリープができたとかそういうことじゃないんですけど、うんうん、やっぱ過労とか、疲労でしょ、そう、寝てなかったりとかで、うんうんうん、で声出なくなって、あの、ある時、本当にラジオに、第一声喋ったら全く声が出なくて。あったね。これやばいな。うんってどんだけやっても声出ないしっていうことで、急遽、その、町の病院に。薬打ちに行って。行ったら、その、とにかく、その、耳鼻咽喉科に行ったら、急遽行ったからね。本当にその、先生が怖くて、その、看護師さんも、先生もなんか全員怖いんだよ。その、おじいちゃん先生で、すいません、ちょっと声が出づらくてって言ったら、出てるよ、そんなの。そっから怒る。まあまあ、わかんないじゃん。まさかこっから寝ずに漫才やるとは思わないから、その説明もむずいし。その、ウエストランドの井口だとは思ってない。もちろんわかってない、おじいちゃん先生ね。あ、そうなんだ。出てるよ、こんなの。こんなん、もっと出ない人いるから、みたいな。いや、そうなんでしょうけど。こんなんで来るなや、みたいなこと、ちょっと怒られて。いやいや、でもちょっとできれば、この後いろいろ喋る仕事なんで、喋る仕事っていうか、全然出ない人いるからね。全然出てるよ、みたいになって。まあまあ、でも、あーって口開けろ、みたいな。ほんとこんなんで。ほんま？昔ながら、でも根は優しいんでしょうけど、口開けろよ、みたいになって。で、苦しいぞ。みたいな感じで。優しいん、それ。いや、わかんないけど。でも、もうそこでダメですとも言えないから、うわってやって、あーって言ったら、声出せみたいに言われて。どういう意味？喉を抑えて、多分、その声帯の震えとか見なきゃいけないから。ああ、そういうことで。あーみたいな、こっちもなるわけじゃないですか。手出すなみたいな、やっぱ手で抑えようとするから、手も破壊締めみたいな感じになって。で、なんとかやってもらったんですけど、やっぱりそれでもダメで、結局別の病院行って、ここはもう社長とかに、こう、社長とか、大田光は社長とか、まあ、タイタンでよく行くとこだったんで、そこはそこでもう、その、すげえ通過というか、あ、大田君のとこね、あ、朝まで漫才やるのね、みたいな、その、全部分かってくる。逆に物分かり良すぎるみたいなところで、やらせてもらったりして、まあ、今回、ようやくね、声も出るようになったんで。やっと治ってね、ちょっと休めるよかったんですけど、ちょっとね、その、まあ、ありがたいことにいろいろお仕事もたくさんあって、M1 優勝以降たくさんお仕事いただいてるんですけど、まあ、M1 前から、いただいてたお仕事もあるわけじゃないですか。まあ、特に去年の下半期とかは割と僕は忙しくさせていただいたりしてたんで。休みなしでね、働いてましたからね。そうなんですよ。9月ぐらいから休みなくずっとやってるんで。僕はもう休み放題、ね。ようやく最近ですもんね、忙しくなってきたのがね。ありがたいですよ。で、まあ、いろんなお仕事あるんですけど、ええ、まあ、ありがたいじゃないですか。うん、で、もちろん、前々から呼んでいただいた、それこそ、いつもお世話になってる K プロライブに行ったりとか、うん、まあ、マセキさんのライブに出させてもらったりとか、うん、それこそ、まあ、言ったら、ブチラジもそうだし、うん、あと、ジグザグジギの池田さんと、ルシファー吉岡さんとやってるラジオ、音捨てっていうラジオもあるんで、うん、そういうのはもう全部こう、やらせていただいたりとか、あるんですけど、マジで一個だけ、ふざけんなよっていう、やつがあって、うん、まあ、まだこれもう情報出てないけど、もう決まってるから、言って、ちゃいますけど、うん、本当に意味わかんないですけど、うん、めちゃくちゃスケジュール詰まってるんですよ。うん、のこの1月の今月末に、うん、マジで意味わかんないですけど、牧野捨ててこさんとのツーマンライブがあるんですよ。マジで意味がわかんないから、牧野捨ててこさんと僕らで45分ネタやんなきゃいけないの。どうするんだよこれ。いや、まあ、オールナイト日本の打ち合わせする時間すらないんだよ。優勝前、なんで捨ててこさんと、ね、いや優勝前にしても変じゃない。結構忙しかったよ、僕、うん。びっくりしたもん、僕も。でも、それはもう外せないから、今月末に、捨ててこさんとウエストランドのツーマンライブ、蒼月ホール。誰が来るんだよ蒼月ホール誰が見に来るんだよ ?45 分2組で。すごいよな。どうすんの
ネタ合わせをする時間なんてないし。それは井口が俺はなんとかでありますからね。それを捨てて子さんも言ってんだよ、うん、お願いします。もう井口先生何とでもしてくれるじゃないですか。関わんないでくれよもう。いやまあ昔からの仲ですから。僕は登山仲間ですからね捨てさんは。関わんないでくれよ。なんかわかんないですけど。じゃけどお笑いにまで介入してこんでほしかった、ね、僕は。登山では悪い。もうちょっと本当ぜひ皆さんどうなるかわかんないですけど、まあ来てください。情報出たらねまた告知しますんで、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。イエス高須クリニック。高須クリニックは頑張る女性を応援しています。部屋選びトランプしよう。一番いい部屋を選んで勝負な。この部屋に決めた。え、全部いい。これ最強でしょ。一番いい部屋だれだ。全員いい部屋かーい。部屋エイブルで決めよう。エイブル。学割、女子割、リピート割やってます。詳しくはウェブで。2023年、あなたはどんな年にしたいですか？新しい出会いがあるといいな。目標の資格ぜひ取りたいな。いや、取ります。しばらく行けてなかった同窓会に参加したいかも。両親を旅行に連れて行ってあげたいです。転職考えてます。いろいろ思うところあって。可能性に満ちた明日のために、新型コロナウイルスによる感染症対策として、マスク、手洗いなどに加えてワクチン接種を考えてみませんか？ファイザー。ネットフリックス配信のアニメをさまざまな角度から深掘っていく、ネットフリーアニメプレゼンツ、吉田ひさのりの深掘りックス。ゲストには声優、監督、マニアはもちろん、学者、元人気、ボクサー、アイドル、何でもあり。見てから聞くか、聞いてから見るか。ネットフリーアニメプレゼンツ、吉田ひさのりの深掘りックスは日本放送ポッドキャストステーションで好評配信中。物語の主人公はオールナイトニッポンのラジオリスナー、山本周五郎賞受賞の青春小説明るい夜に出かけて。出演はセブンメン侍の今野大輝、アンガールズ山根、鈴木杏樹ほか。オールナイトニッポン55周年記念企画、舞台明るい夜に出かけて、詳しくは公式ホームページをチェック。オリジナルのあるなしクイズあるんだけど、やる？やらない。ウエストランドのオールナイトニッポン。イエス高須クリニック。高須クリニックは頑張る女性を応援しています。高須クリニック。普段当たり前に使っている電気がいつも当たり前に使えるとは限らない。停電時電源供給システム、 e コネクトガレージ用ハイブリッド車やポータブル電源のコンセントを利用してガレージの開閉ができます。あの本格ゴルフ漫画が豪華な装丁で登場。風の大地全英オープン編発売中。読み応え抜群の英語サイズにカラーポスターも収録。沖田圭介25歳と9ヶ月の物語をもう一度。小学館。明治。新垣結衣です。メルティキッスはこの冬30周年。30年かけてますます美味しくなっています。これからもずっと皆さんの癒しになりますように。さあ冬が口どけちゃう前に、雪のような口どけ、明治メルティーキス。ハマイン。ハマインでは全国から大型免許の入校生が増えています。安心の大型車両5台体制。いつでも入校、いつでも教習、いつでも卒業ができる自動車学校はハマイン。詳しくはハマインで検索。山下健二郎です。山フェスを開催します。3代目 JSOUL BROTHERS 山下健二郎のゼロベースプレゼンツ、山フェス2023山下ビートキャンプ、3月24日金曜日東京国際フォーラムホール A で開催。ぜひ遊びに来てください。詳しくは日本放送イベントホームページをチェック。
井口さん、オールナイトニッポンってどんな印象ですか？深夜の生放送だから時間的にどんなタレントでもブッキングしやすくて、しかもパーソナリティ勝手に喋るだけだからスタッフの仕事が少ないやつだろ。しかもそのラジオなのをいいことにギャラは激安だし、でもオールナイトニッポンっていう看板があるからみんな出演しちゃうし、スタッフ的に美味しい番組だろ。悪口じゃない？事実だから悪口じゃない。ウエストランドのオールナイトニッポン、この時間はウエストランドのオールナイトニッポンをお送りしています。はい、メール来てますか？はい、行きましょうか。ラジオネームロージー、うん、M1 の河本さんだとファーストラウンドで高得点を出した時の優勝だと言ったのが一番ひどかったと思います。タイミングも声量も違っててスルーされてましたよね。あ、そんなの言ったの須田知らない。覚えてない。いや、なんかやっててすげえムカついた記憶あるけど、万歳する万歳する前に、うん、あ、万歳して優勝だって言った。その前になんか何だったの、もしトップ3に残ったらこうやりますみたいな、なんかなかった、なんかっていうボケでやらないっていう一連、それは別個のボケ。うん、まあまあ、そのやりますって言ったのもボケじゃし、それを受けた、ちょっと待って、今めちゃくちゃ恥ずかしくない？めちゃくちゃ恥ずかしいよ。ほんまに消したいもん、あの映像。もう、でも毎回そういうことの繰り返しじゃないですか、人生、うん、ずっと。うん。調子に乗って、やらかして。もうだって僕もさすがに、うん、なんていうの、M1 もちろん大事な場で注目度高いけど、うん、もう言っても10年以上やってるし、うん、平場の打ち合わせとかしたくないじゃないですか。ちょっとこうやってくれとか、さすがに分かってくれると一末の不安はあったよ、うん、もしかしたらこいつがはしゃぐかもしんないぞっていう。でしょ、うん、でしょ、で言って言ってよ。はしゃぐな、もう二度と、これからもう二度と。その都度言ってくれんと。なんで毎回忘れる、忘れるんだよ。はしゃぐな、忘れた結果これ万歳じゃけんな。でその後なん優勝だって、どのタイミングで言ったってことですか？第3位ですみたいになって、うん、で万歳したでしょ、はあ、で優勝だって言って、むちゃくちゃ滑った、みんな無視した。そんなことあるんです、滑ってもない。みんな無視。無視。上戸彩さんも無視。今田さんももちろん無視。無視。お客さんも無視。お客さんも無視ですか、ね、ツイッターでも無視。うん、誰も言及してない。気づいてないんだ、あれ。気づいてないでしょうね。うん、もう無視した。ほんまにタイミング悪すぎて。やめてくれ、もそんな言うの。でけん、もう言って。なんかの前に。調子飲んだよって。全部調子飲んだ、これから。うん、あと、その都度言う。そんなに優勝したかったのかって、やっぱその思っちゃうから。僕は。したいよ。いやいや、そうなんですけど、それいいんですよ。いいことなんですけど、なんかもう、おーってなっちゃう、その、そう、それはお前だけ。あのダイジェスト欲しいわ。一連の、その、あれ作ってほしいわ、YouTube で。誰か、もう違法でいいから載せてくれ。アナザーストーリー、ね。あの、うしとか、3位です、うし、万歳、優勝だとかの、からのファイナルの、うしとかの、あの、一連、繰り返しループで流してほしいわ。地獄じゃん。あれだけは見れんな。それを家でずっと見て、うん、自分をたしなめてくださいよ。そうね。そうならないようにね。恥ずかしかったよ。あれは。あれだけは。見れないっすね。他泣いとるところとかどうでもいいもん。そんなことよりですからね。うん、そんなことより。他ありますか？ラジオネーム異次元の豚バラ、うん。テーマメール募集する段階で、不利じゃないからって言っていたのに、いざ届いたメールが好みじゃなかったら崩せって、うん、ウエストランドムズ、だる、うん。こっから1時間ちょっとしんど。うんうん、いや、なんなんだよ、お前。いいんだよ、考えろよ、もっと。お前らが考えるんだよ。ラジオは一緒に盛り上げていくもんなんだから。そうですよ。うん、来てるか？はい。テーマメール。ああ、で、これ。ラジオネーム、もっこりパイパンうどん。やめろよ、もう。そんなラジオネーム。朝の小さなほっこりは、朝起きたらドラゴンボールの天津飯になっていたことです。やけくそすぎるだろ。これで気候法が打ち放題です。ふざけんねん。セルの足止めは僕にお任せください。そういうことじゃねえから。あったけど、天津飯が気候法を連発して、セルの足止めするやつ。あったね。気候法一発打ったらもうダメだみたいな設定どうなったんだよ。めちゃくちゃ連発してたぞ。あれ。めちゃくちゃ打って、なんで上がれないんだよ、セルも。強いだろ、セルって。うん。じゃないんだよ、そんなんじゃないから。こういうことじゃない。やりすぎだから、いくらなんでも。なってるわけねえだろ、天津飯に。ラジオネーム、ぴょんぴょん。僕の小さな幸せは深夜に公園の鉄棒で逆上がり2万回チャレンジをしていたら、18,239 回目でアナルから虹色のドラゴンが出てきたことです。おやめろ、もう汚ねえな。これまで最高で5色のドラゴンだったので、嬉しくてついつい帰り道は口笛でサザンオールスターズのエロティカセブンを聞きながら、帰っちゃいました。やめろ、お前。その、汚いこと言うのは最悪いいとして、汚いこと言うときに誰かの名前出すな、絶対に。巻き込むなよ、大御所。お前だけで完結させてくれよ、汚いのは。ちょ、やめてくれよ、こんな奴らが聞いてんのかよ。この間、八景島シーパラダイス家族で行ったんじゃ。で、チンアナゴのぬいぐるみがあってな、うん、嫁が、それ見て天下じゃって言うて。どういうエピソードなんだよ。
小さな声で。その、天がじゃん。いいよ、やめろやめろ、怒られるぞ、また。楽しい家族ですからね。いい楽しい、ほのぼのエピソード。ほのぼのエピソードじゃねえわ、お前一緒でさっきのやつと変わんねえわ。ラジオネーム、トトロン。うん、僕のちょっとした幸せは、うん、今ウエストランドのラジオを聞けてることですかね、うん、あ、うまいこと。いや、うまいことっていうか、うまいことっていうか、ほっこりしましたね。うん、まあ、これはちょっとほっこりしたわ、うん、よかったよ、うん、これはいいです、これぐらいがいいわ、これぐらいがいいよな。やっぱり僕らもリスナーのために今やってるわけですからね、うん、みんながいてこそのオールナイトニッポンですからね。はい、うん、ラジオネーム茶碗一杯の青、うん、粉タイプのお茶がちょうどいい濃さで出来上がったもう小せえ。お前、本当にそんなにいいことねえのか、ずっと。なんか差がすごいから、その、うん。これを本当にいいこととしてるんだったら、こいつのこと心配になるわ。お前、もうちょっとあるだろ、小さな幸せ。これでもすごいわかるけどな。いや、わかるね、この回転寿司とかでな。あれ入れすぎるから。ええ、まあ、あるけど。サジちっちゃってなって。いや、あるけど。サジ、あれちょっと入れてな。そんなものをこの2時間で紹介したくないんだよ。そんなエピソード。そういうラジオでいいんじゃないですか、でも。どういうラジオですか。いや、こういう小さい、こういう粉タイプのお茶がちょうどいい濃さで出て。何が面白いんです、それの。何も面白ない。やめてしまえ、じゃあ。ちょっともう、事前に募集したコーナーもあるんで。はい、はい、行きましょうかね。それではコーナーに参りましょう。はい。これって、皆目見当違いですか。無限に進む。おー、これ、あの、流れてますね。M1 のネタでね、我々も言いましたけど、皆目見当違いっていうフレーズ言いましたけど、はい、まあ芸能人とか、ね、有名人に SNS で勝手にこのアドバイス、うん、もうまさに皆目見当違いのアドバイスしてくるやつが多いわけじゃないですか。うん、だって、まあ言ったじゃないですか、M1 の。まあ要は、うん、まあ正直ね、うん、M1 のネタの分析とか、うん、そういうのはそれも楽しみだから勝手にやっていいけど、うん、こうした方がいいですって送りつけてくるやつってマジで意味わかんないじゃないですか。そうね。お前の何百倍も考えてるに決まってんだろ、うん、その出した結論がお前と一緒だったり、うん、お前の考えてるやつより手前にあるとしても何百回も考えて考えてる、そこなわけですから。もうそこは通ってきてるはずですからね。信じられないのが M1 の準決勝で、うん、決勝の1本目でやったネタやったんですけど、うん、それを配信か、うん、まあ、あの会場にいたか見てくれた人が、うん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 、わざわざご丁寧に連絡してきてくれて、うん、佐久間さんのくだりは決勝では通用しないと思うんでやめた方がいいですよ、今言ったことを言ってきて、うん、あと通用しました、間違えてました、はい、あなたのアドバイス間違えてました。今どういう気持ちですか。謝ってください。佐久間さんのとこ通用しないって言ったやついっぱいいました。謝ってください。そんなの考えてます。こっちは考えて考えて M1 のお客さんの層全部考えてます。テレビの前、佐久間さんの知名度全部考えてます。僕の知名度、キャラ、その審査員の方との関係性全部考えて上でやってます。通用しましたよ、謝ってください。謝らなくていいんですよ。佐久間さんは伝わらない、伝わりました。伝わる伝わらないんじゃないんです。あれで受ければいいんです。謝ってください。謝罪のメール待ってます。怖っ。あとその、本当に皆目見当違いだなと思ったのが、うん、あの、劇団の人のことも言ったじゃないですか。うん、それで、まあまあ怒る人はいてもしょうがないんですけど、うん、ツイッターで見たのが、うん、なんかウエストランドはああは言ってますが、5500円高いとか言ってますが、劇団をやるにはこれだけお金がかかるんですみたいな見積もりみたいに載せて皆目見当違いだから、本当にそういうとこだぞ。仕方ないんです、ね、仕方ないんですって。いや、そういう話じゃないから誘うなって、そうそう、お前が何とかしろって話だから、そんなのね、うん、なんで皆さんが芸能人に勝手に送る前に僕がちょっとチェックしようということで、はい、まあ本当にあの皆目見当違いかどうかを、うん、あのチェックしますし、はい、まあまあこれでね、皆目見当違いが流行ればそれはそれでいいですしね、うん、ただ流行らそうともしてると、うん、でも本当に皆目見当違いじゃないやつが来てくれてもいい、全然いいわけですから、うん、チェックはしますよ、ちゃんとね。あ、これを送っていいんじゃないっていうのもね。そうそうそう、うん、本当にそのタレントさんが喜ぶもんだったら OK ですね、うん、はい、じゃあお願いします。ラジオネーム備長炭6800、うん、ウエストランド井口、漫才の終わりのもういいようですが、なんかそこだけ照れて恥ずかしがってセリフ言ってる感が強いです。やるなら普通に言うか、それまでの熱量と同じ感じで言った方がいいと思います。皆目見当違いだから、そんなの何度も考えてやってるから、それもよくあるんだよ。おい、ベタだな、汗分析汗、まあこれぐらいのことは考えますよね。そんなのもちろん考えてますけど、うん、井口様はプロですからね。まあだから当然そういう意見もあるとは思いますが、別にいいんですよ、それはそれで、うん、終わりだから別に大丈夫なんですよ、うん、わーって言ってわーって終わらなくてもいいんですよ、うん、別にそうやったってうまくいかないし、うん、まあいやーって終わる方がなんか変だから、本当にそれでいいと思ってんのか、寒いから
皆目見当違いです。やめてください。これは皆目見当違いです。はい、絶対怒らないでください、ね、そういうの。はい、ラジオネームテンガリオン、ウエストランド井口へアドバイス。お、僕へのが多いな。僕たちの漫才で笑った人は共犯だからとおっしゃっていますが、過激な毒舌のくせに蝶ネクタイや半ズボン、チェックのジャケット着て可愛げアピールして保険かけてますよね、うん、ギャップ出すぐらいなら上下和柄の服着た方がいいんじゃないですか。皆目見当違いで、これはひどいな。一番違う。だからいいんじゃん。そうね、もちろんそうでしょ。なんで和柄の着て怖いことを言うんだよ。怖がらせたいわけじゃないんだよ、うん、おい普通に考えてくれよ。笑わせたいんだから、こっちは。何だっていいんですよ。別に悪口じゃ、だろうが悪口じゃなかろうが、うん、受ければ何だっていいわけですから、うん、悪口を言いたいわけじゃないですよ。何もそうやってね、それを発信していきたいわけじゃないんで、もし優しい言葉を言って受けるならそれを選びますよ、僕は。なるほどね。ただ、あの、こんなちっちゃいやつがわーわー言ってるから、だからいいわけでしょ。だから、まだまだ。可愛い格好してるとか、ね。あと、可愛いと思われたいし。うん、とにかく可愛いと思われたいから。モテたいし、ね。そういえば、アナザーストーリーで、うん、なんか勝手なナレーションとテロップで、うん、彼女を作ることも諦め。あったな。言ってないから一言も。僕の全ネタで彼女欲しい、アイドルと付き合いたいとか、うん、全ネタでって僕の究極目標なのに、うん、完全なる嘘。生活を捨ててる。なんかさ、仕事を捨て、彼女も諦め、お笑いに没頭みたいな。違う違う違う。すごいよ。彼女を作るためにお笑いやってますよ。うん、モテたいがための蝶ネクタイですから、こっちは。あれ、モテたくてやった。いやいや、アナザーストーリーが一番皆目見当違いですよ。ラジオネーム、コッペピンポンパン。子孫の長谷川さんへのアドバイス。メガネがパツパツなので、もう少し顔を痩せた方がいいと思います。無理だね、顔は。メガネを変えりゃいいけどな、うん、まあ。でかいからね。そうか、そうか。長谷川さんって。子孫のさんって二人ともめちゃくちゃでかいっすから。思ってる以上に長谷川さんってでかいっすから、ね。これちょっと僕はずっともう何年も言ってるんですけど、うん、吉本の人ってめちゃくちゃでかいっすから、ね。めちゃくちゃにでかい。全員でかいんですよ。やっぱりでかくて、うん、こう、でかく生きてきた人が NSC 入るから、うん、吉本の人でかい。元吉本の人もちょっとでかい。でかいね。だから本当に。壁ポスターの長見くんむちゃくちゃでかいけんな。だって、吉本。この天井ぐらいあるよね。いや、まあでかいけどね。ほんまに。その細いけん余計目立つんだよな、うんうんうん、確かにね。すごいよな、あれ。あと、ウエストランドはとにかく小さいですからね。小さい小さい。ウエストランドの大きい方なんていないんだから。うん。だからその、かまいたちさんのとかの逆パターンというか。山内さんが僕よりちょいでかいぐらい。だからそうなんですよ。だからめちゃくちゃになりますからね。濱家さん相当でかい。ちょうどギャオで、今配信され、今日配信されたやつで、うん、ママタルトとストレッチーズと僕らでの配信あって、うん、その6人の写真が上がってみんな言ってるんですけど、うん、本当にトリックアートみたいなんですよ。ママタルトもストレッチーズもでかいから。でかいからね。ウエストランドは2人ともこんなに小さいだなんてみたいな。うん、あいつらより全員より僕の方が小さいですからね。うん、本当にそうですよ。滋賀県、春はあけぼの、僕はのけもの。なんだそれ。ミーシャさんへのアドバイス。やめとけ。歌がとても上手なので、ターバンキャラをつけなくても十分やっていけると思います。皆目見当違いだよ。あれが可愛いんだよな。いや、別にターバンキャラでやってないから、その、イメージなんとなくあるけど。まあまあまあ、別に。まあ、でもどうなんでしょうね。ちょっとは思うのかな。なんかあんのかな、イメージというか。でも、あ、似合っとるがあんの。まあ似合ってます。めちゃくちゃ似合ってる、うん。似合ってるからいいんだよ。うん。別にターバンキャラで。可愛いよね。あと、その、まあ、可愛いかは可愛いですし、うん、あと、ターバンキャラと思ったことねえし、別に。ねえよ。うん、歌、すごい、歌で勝ってるから大丈夫ですよ、うん。ラジオネーム、水分補給は牛乳。柴田理恵へのアドバイス。うん、涙に色をつけた方がもっと面白い。どうするんだよ。それはどうやるんだよ。事前になんかやっとかなきゃいけないから。赤とか面白いよ、赤とかだったらね、うん、青とか面白い、誰がやっても面白いよ。まあでも柴田さんが一番泣くから、ああ、いいんじゃないですか。やればそのお前も泣くわけですよ。そうじゃな、どうやるのかは分かんないですけど、なんか涙腺に事前に入れとく、アイラインみたいなのに色つけとけばいいわけだろ。ああ、そのメイクが崩れたみたいな、なんでアイラインした状態でしばらく喋ってんだお前も。でまあでも確かにな。いいかもしれないです。これはでも意外と的を得たアドバイスなのかもしれない。うん、俺やるわ。別に、柴田さんは涙で笑い取りたいわけじゃないだろうけど。うん、俺よう泣くけんな。泣きそうな時やってみれば。うん。涙に色つくやつ。赤のあれ。それでもめちゃくちゃウケるんじゃない？おい、なんで泣いてんだよからの。いや、なんで青いんだとか、なんか。で、赤いけんか。ちょっと。まあちょっと赤は怖いけど、うん、もっと変わった。赤は花山薫みたいになるもんな。ね、バキ好きだな、お前は。何でもかんでもバキの話にすんなよ。緑とかな。まあそういう目立つやつにするっていうのは、うん、今までなかったんじゃないですか。
やってみるわ。これはめちゃくちゃ意外といいアドバイスだったかもしれない。赤のアイライナーってあるんかな。まあまあ、わかんないよ、具体的には。今そんなに冷たくはないよ、僕も。その、盛り上がったけど、うん、今そこまで厳密に冷たくはないから。リサさんとか赤だよな。だっていい、いい、いい、別にその、今確定したくはないから。青か。もううるせえ。青じゃな。次行け。プチ、ラジ、もうもうやめてくれ、本当に。あんな恥ずかしいもん聞かれたら終わりだぞ。オールナイトニッポンのリスナーに、もしかしたら今日ね、ナイナイさんのリスナーの方とか、まあ、ね、オールナイトニッポンの固定のファンの方とか聞いてくれてる中、ブチラジなんて聞かれたら終わりだぞ。やめてくれよ、隠せよ、ラジオネーム玄米の玄、うん、ハリー杉山さんへのアドバイス、うん、特になんとも思わないのでマラソン頑張らなくてもいいと思います。いや、あるけど。まあまあ、ハリーさんって、多彩すぎるよな、うん、ちょっと。いろいろ手出しすぎだよな。サッカーとかも確か、もうめちゃくちゃ上手いとか、すごい詳しいとか、うん。あと、本当に何がメインなんでしょうね。ハリーさんって。そう考えたら。うん、司会とかもやるでしょ、うん、なんかイベントの司会とかね、やってるの見たことあるし。確かにマラソンはいらないな。うん、これは失礼のないようにお伝えしてもいい可能性ありますね。そうですね。もしハリーさん、あなたはいろいろ多彩ですから、ですからね、っていうことでね。ラジオネーム、アナザーゴリラ。うん、東京 03A のアドバイス、はい。よくコントで一人がちょっとトイレ行ってくると言って袖に履けるシーンがありますが、うん、ネタ中ではなく、ちゃんとネタの前にトイレを済ませておくべきだと思います。ふざけ出してんじゃないか、完全に。皆目見当違いどころの騒ぎじゃねえわ。豊見すぐトイレ行く。豊見って言うな。豊見。豊見はよくトイレ行くんですよね。こけるしな。いいよ、そう。あのネタだけだから。豊見すぐこけるしな。豊見こけるのあのネタだけだから。豊見こけるネタあるけど。豊見がね、トイレに行くんですよね。で、こけるんですよ、戻ってきたら。そうそう。そうそう。じゃない。本当に行ってるわけじゃないから。そうよ。でも、カモメンタルさんが、カモメンタルさんがライブで一緒になった時に、マキオさんがね、なんかインプロっていうのをやってるんですよ。即興で何でもこなせるみたいな。うんうん、ずっとやってて、うん、まあインプロの大会出たり してんすよ。うん、まあなんならその、インプロの大会出て即興で劇やるみたいな。うん、大会でどうだったんですかって聞いたら、うん、素人の結婚式の司会者に負けたらしいんですけど、まあとにかくインプロやってるから俺は何でもできるんだって言い張るじゃないですか。うん、で、とあるライブ、キングオブコントにまたカモメンタルさんが挑戦するとかで、この間出られてる時に、うん、本当にその、ネタを飛ばすというか、うん、持っていかなきゃ小道具、持って出なきゃいけない小道具を忘れて。そうそう、なんか、大道芸人の風船かなんか、ね。そうそうそう。それを割る道具とか全部忘れてきたから、うん、インプロ発揮されると思ったら、ちょっとトイレに行ってくるっていう、その、最悪の逃げ方して、薄明かりの中、うだいさんが一言も喋ったらずっと怖すぎるから。でも、うだいさんだから、そういう世界観なのかなと思って、みんなしばらく見たけど。で、マキオさんも、全然道具見つけられないから。結構、楽屋に置いてあったから、遠かったんですよ、ね。遠かったんですよ。だから、舞台上、うだいさんが一点を見つめて、ずーっと立ってて。で、その、インプロでも何でもない。ちょっとトイレに行ってくるっていう。インプロやれやな。何でもない逃げ方。あれは最悪でした。一番面白かった。あれは面白かったですね。ラジオネーム、週刊チャライデー。うん、おいでやす小田さんへのアドバイス、はい、急に大声でツッコミをするとお茶の間にいる高齢者の心臓に悪いです、うん、さあ行きますよなど一言置いてからツッコミをした方がいいと思います。いや見てらんねえだろそんなんやってたら。でもそうなりかねないけどな、本当に。いやもうね、そう時代がね、何を言っても怒られたりしますから。そういう時代を変えていくのがやっぱ井口様ですからね、これからね。変えていこうとしてねえわ、世直し、世直しでね。そんなつもりではやってないですけど、いやでも意外とためになるのもあるな。うん、うん、涙のやつはね、うん、ラジオネームアナザーゴリラ、うん、キリン川島さんへのアドバイス。することねえだろ。川島さんはよく漫才でキリンですといういい声でつかみをしますが、キリンの川島さんがキリンですといい声で言っても別にそれは普通のことでボケになっていないので、これからはチンコと変な声で言った方がウケると思います。皆目見当違い。一番やばいタイプのやつだよ。あっさいあっさい。いろいろ言ってもいいけど、ネタとかにはマジで口出しすんなよお前ら。中はな。中のことは言うな。しかもなんだよチンコって。もうちょっと考えろよ。なんか途中まで良かったけど急激に浅くなってから。ブチラジネームファスナー。ブチラジネームじゃねえよ、もういいよブチラジネームで。じゃあ、あ、本当だ、もう当たり前になっちゃった。いいよブチラジネーム、もういいね。じゃあすいません、オールナイトニッポンやめます。これからブチラジです。ブチラジに戻ります。ウエストランドのブチラジでやります。すいません。さやかさんへのアドバイス、うん、家族で見ている人が多いから2本目に下ネタを入れるのは良くなかったんじゃないですか。やめてやれよ。
なんか多分ちょっとは気にしてるから、さやかもちょっとは気にしてるから、まあこればっかりは分かんないからね。分かんないよそりゃ。あのお前らめちゃくちゃ、ちょっと待って、その本当すぎることも言うなよ、うん、このコーナーでえぐいやつはダメ、本当の刺さるやつはやめてくれよ。ラジオネーム、あとは死ぬだけ。もっとあるだろ。 TBS へのアドバイス、うん、井口さんを起用した二重歯列矯正の長期企画をはじめとした途端始めた途端番組終了してしまいました、うん、あれだけ人の病気や寿命を発表してたの言うのに番組の授業が読め寿命が読めず、何企画が動き出した途端、うん、番組が終わるというのはあまりにも考えが甘いと思いますとそうなんですよ。だから僕がね、ありましたね、メイの太鼓判で、あの番組が始まった当初に、うん、まあ僕歯が2列あるから、うん、まあそれを直すみたいな企画で話が来たんですよ、うん、結構考えに考えて矯正するって大変だし、まあね、で言ったら M1 とかもあるから、うん、予選中歯が矯正されたらそれ気になっちゃうとかいろいろ考えて、うんうんうん、まあその時期もずらしたりしながらマネージャーとも相談して、相談してやっぱやりますって決めてやるっていうのもスタジオで撮って、うん、で歯医者に通い出して、うん、あのまず虫歯を治しましょうっていうので虫歯を治したぐらいで、うんうん、急に連絡が取れなくなったんですよね、番組となんか歯医者さんと番組側でのやっぱその意向の違いみたいな、治療方針の違いで揉めたっていうね。いまだに治ってないんで、うん、アンジャッシュさんはいまだに気にしてましたもんね。アンジャッシュさん会うたびにあれどうなったって聞いてくるけどやってないんでこっちは。やってないな。ただあと本当にやめてほしいのは、うん、東野さん、まあ、すごいお世話になってるというか、はいはい、いろんなところで共演させてもらってるんですけど、井口にドハマりしてますからね。その行く先々で、うん、ちょっと、はぁ、カメラにお前見せろやみたいな、やらせるじゃないですか。うん、僕だって僕の歯が、皆さんにとって不快だと思ってますよ。うん、見せたかないんだよ、僕。見せたかないんだ。だけど言われるから見して、うん、あれでめちゃくちゃ嫌われてんだから。あれがね、ネットに上がってるから、まあ見たい人はね、気をつけて見てもらいたいですけどね。うん、やめてほしいんで、東野さんがわざわざあれをカメラの前でやらせてくるの。うん、何の意味があるんだよ。僕は嫌われるだけだから、とにかく。まあ、そういうもう雑ないじりをね。それで嫌われて、ヒャッヒャッヒャッヒャーってなるでしょ、うん、もう最悪ですよ、あれが一番。壊れないおもちゃ。気をつけてくださいね、皆さん。あんまり僕の歯を。はい、なんか、なんだっけな。アナザーストーリーか、それこそ。なんか僕の歯のアップで CM 行くみたいな、なんか謎の。あったあれなんだったんだ、本当に。俺アナザーストーリーふざけんなよなんなんですか、なんか、急に僕の2列の歯全開で CM に行くっていう。CM 行くやつあったな。普通にみんな感動で見たら、うわ、キモみたいになって、その何かわからんの、あれ、パッと見でな、急に映されたら。いやいや、そう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 。ん？え？そんなことはないよ。別にその。そんなことない。何かはわかるよ。だって顔とかは。何かわからん。こうなっとんだ、いきなり。いやいや、普通に顔とかは。こうなっとるって。ラジオで。なんか、集中力切れてきてるから。こうなって、最初からこうなっとった。さっきからなんか、いっぱい喋るし。なんか、おかしくなってきてる。リラックスと眠気と。リラックスやっぱしない方がいいかもしれないわ。そうですね。気張ってやるわ。頼むわ。意味わかんないから、もうずっと。今夜の黒子の独り言。海外取引のためにミドルネームを考えたけれど、よく眩しいとからかわれます。名字から取っただけなのに不思議ですね。以上、ライフサイエンス担当ゴールド金武さんでした。サプライジングセラミックス NGK 日本外資。チャレンジトゥチェンジ、チャレンジの中にチェンジ見つけたもの。私たちは社会インフラと産業設備へ最適なシステムを提供し、夢ある未来を創造します。チャレンジの中にチェンジがある。栗本。ババババンゼフリー、ババババンゼフリー。それ何の歌？え、知らないの？ボンズフリー、完全無料でオンラインゲームが遊び放題。いつでもちょっと空いた時間に遊べるからめっちゃ便利。なんか歌も癖になるけどゲームも楽しそうね。ボンズフリー、ボボボボンズフリー。まだ見たことのない世界がある。まだ出会ったことのない人。まだ踏み出していない一歩。まだ伝えられていない I love you。 私たちの中にまだ感じたことのない色とりどりのエネルギーが眠っている。そのエネルギーを呼び覚ますことができたら、この世界はどんなに輝いて見えるだろう。まだ見ぬこの世界に花開く。多彩な可能性の種をまいていく。人と人がつながるエネルギー。
井出光。緑内障は視野が少しずつ欠けていく目の病気。実は失明する原因の第一位です。大切なものを見続けるために定期的な目の検診で早期発見を。日本眼科医会。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。ベイビー、そこの子猫ちゃん、深夜のハイウェイで星空とキスしないかい？ウエストランドのオールナイトニッポン。この時間はウエストランドのオールナイトニッポンをお送りしています。はい、メール行きましょうか。リアクションメールです。メールですじゃなくてもうやめてくれよ。ただの田舎のおっさんの喋りじゃねえんだから気張ってくれよ。あんまり慣れるな。慣れたら慣れたでじゃな。ということは、いついい時があんの？緊張してたら緊張してたで、よくないし。慣れたと慣れたでわけわかんねえし。ラジオネームスイッチ。河本さんがちょこちょこブチラジをすり込もうとしてくるので、なんだか気になってきました。うん、自分でも聞くし、友人にもおすすめしてみようと思います。やめてくれ。ブチラジはもう聞かないでくれ、本当に。ラジオネームベースボールマン。この放送を終えたらブチラジを聞いてみようと思います。やめてくれ。ただ皆さん安心してほしいのは、聞こうと思ってますみたいな言ってますけど、え、いや安心してくださいの言い方してねえだろ別に。お前しか思ってないから。今ハンドル切ったよな。いやハンドル切ったというか事故りそうになったけど、いやいや別に安心してくださいって言ったとしても別にいいし。お前がつぶ立てなきゃ。おいリラックスすんなよマジで。ごめんよ。ごめんよじゃねえんだよ。ブチラジ今からじゃあ聞いてみますってなってますけど、うん、まあ、YouTube は途中からですけど、もし、ポッドキャストで聞こうもんなら、うん、500回以上あるんで、諦めると思います。はい、諦めると思います、それはね。はい。ラジオネーム、おのせ。うん。ブチラジって何ですか？私は、ナイナイリスナーでも、ブチラジリスナーでもなく、河本さんがゲラでやっていた、ヌルカンリスナーです。いねえわ、そんなやつ。この世に一人もいねえわ、ヌルカンのリスナーなんて。いないよ。いるわ。普通に不人気で終わったんだから。そうで、そうでっていうか揉めたとかじゃなくて。僕がさっき言ったジグザグジグの池田さんとルシファーさんとゲラっていうね、もともとやっててね、やってて、それがまあいろいろあって終わったんですけど、うん、その後にぬるかみで始めたんでしょ、うん、ゆるーく終わっていった。普通に不人気で不人気で終わったんでしょ。いねえんだよぬるかんのリスナーなんて。あとぬるかんのリスナーのこととか僕すごい下に見てるから、やっぱ。ヌルカンを好きなやつとか、うん、言っときますけど、その、河本派みたいなやつのこと、すごい僕は、まあまあ、たまにいますけどね。すごい嫌いですから。たまにいますし、やっぱ、ちゃんと消えていきますからね。もちろん。うん。最初はね、みんな、河本さんのあの感じ憎めないな、とかね、うんうんうん、言ったりしますけどね。うん、憎めるから。憎めますからね、うん。すぐ憎めますから。憎める。この2時間で結構憎んだ人も多いんじゃない？いるんじゃないですか、もうね。こいつ俺で喋ってんだよ。ラジオね。もういいよ、ブチラジで。じゃあ、もう、どっちかにしてくれ。ブチラジって言うなら、ブチラジ。いやいや、もうそこはちゃんと仕事じゃけんな。いやいや、まあまあ、うん、ブチラジがなんか、フリーなものでよかったよ。うん、その何かに引っかかるようなものじゃなくて、ブチラジなんてどこで言っても何の権利もないからいいけど。うん、まだよかった。ラジオネーム、9時のクジラ。うん、モテたくて蝶ネクタイをつけているなら、それは皆目見当違いだと思います。なんでだよ。蝶ネクタイつけて、モテるのはハリウッド俳優だけです。いやいや、いいだろ。かわいいだろ。それは確かにそう。かわいいだろ。かわいいかない。やっとかないと。かっこつけるのはどうな？その、黒スーツとか。いやいや、無理だろ。かっこよく、限界があるから。だってとにかく、こっからより可愛く、若くいなきゃいけないわけですから。まあね。それは僕も同じです。いや、特にお前なんて、もう、かっこつけてる場合じゃないんだよ。もう、可愛く。そうじゃない。可愛くいるしかないんだよ。うん、普通の年齢、実年齢で言ったら、もう40ですよ。神田伯山さんと同い年なんだよ。それを言うと信じられないだろ。それを言うとなんか語弊がありそうだけど。あんなすごい迫力のある、貫禄のある人と同い年なんだよ。そうね。あの人はあの人でありすぎると思うけどな。とんでもない口の悪い年ですよ、そう思ったら。うん、だから我々は可愛くいた方がいい。清潔にね。そうそうそう、それが一番ですよ。うん、どうしました？え？急に黙ってますよ。なんか読む素振りしてたから。ラジオネームサンタイガー。うん。アナザーストーリー側も井口さんにバカにされてムカついたから、アナザーストーリーでやり返そうとして、彼女を諦めたのナレーションや、井口さんの歯のアップで CM に行くみたいなことをしたんだと思います。すべては井口さんのせいだと思います。まあね、あんだけ言ったから、ね、仕返しだからね。しょうがないけど、そんなことあんの？番組を通して仕返ししてくる。マムシの A さんの仕返しだった。確かに、歯のアップでは終わ
るわ、勝手なナレーションになれるわ、家は全薄字にするわアナザーストーリーで仕返しされてるな今考えたら。やめてほしいな。ラジオネームおっぱいファイヤー大爆発、うん、テーマメールですね。あ、はい、小さな幸せね。小さな幸せ、はい。ラジオネームおっぱいファイヤー大爆発、うん、綺麗なうんこが出た時は写真を撮るのですが、今年の7月に写真集を出版することになりました。本当に何これ、え、たまに本当にそういう奇抜な人いるからよくわかんねんだよ、嘘か本当かも。もうやめてくれ。あと、そういうなんかもう話やめて、もう普通に不快だわ。うんこ。やめろ。うんこミュージアム行ったよ、この間。まあ、そういうね、ちゃんとしたとこだったらいいけど。家族連れて。こんなわけわかんねえ。野良の、その、うんこの写真集なんか見たくねえんだよ。ありますから、そういうの。野良で出すな。ちゃんとして公式で出してくれ、やるなら。まあ、そのミュージアム的にやる分ならいい。そう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 。違うもんで作ってね。うん。うんこ、うんこの真剣白ハドリとかあるね。まあ、ラジオネーム、おとといの2日後。僕の小さな幸せは首都高を全力ダッシュしている時に、あまりの足の速さに尿道からウサインボルトが5人出てきたことです。何言ってか全然わかんねえよお前の世界観。尿道ボルトは僕よりも足が速かったので僕はすごいなぁと思いました。なんかもうそのぼーっとしてくるわ。何これ、なんでこれから明日の夜まで働かなきゃいけない間にこんなもの聞かされなきゃいけないんだよ。もうわけわかんなくなるから、何やってんのか。目覚ましテレビ出んだぞこの後。もう余計なもんよ入れんなよ僕らの頭の中に。うんこがどうのこうの言うとる場合じゃない。やめてくれよもう。テーマメール、小さな幸せ、うん、公園にある公衆トイレが思いのほか綺麗だった時。誰ですか？そのなんかテーマをラジオネームのように。あ、ラジオネーム。ラジオネーム、あの、慣れないの感じでテーマメール、小さな幸せで言ってますけど。ラジオネーム、小仏トンネル大事。ハッピーソーリーとかしてくれもうちょっと。もう平気になってるから、どんなミスをしてる。やりごたえねえんだよ、こっちも。その、恥ずかしそうにしてくれる。その、結構なミスしてんのに、うん、おい、お前、テーマメールとお前ラジオネーム一緒にって言ってんの。ラジオネームみたいにやられたら。僕何やってんだよ、ずっと。心が壊れとるけど。やめろ、もう。ちゃんと反応しろ。何ですか、もう一回読んでください、ちゃんと。テーマメール、小さな幸せ。だから、ラジオネーム公園にある公衆トイレが思いのほか綺麗だった。変な、かぶせみたいにしてくんな、うっとうしいから。テクニックで恥ずかしさごまかすな。テクニック風にして。ラジオネーム、小仏トンネル大渋滞さんですね。何がどれがラジオネームが、あ、が何を言ってきたんですか。公園にある公衆トイレが思いのほか綺麗だった時、聞くまでもなかったわ別に。これはあるね、こんな内容だったら。これ結構なくない、まあ、あるけどもういい。あるよな。そう、トイレ周りの話もういいんだよ、うん、やめよう。てくれ、お食事時ですからね。お食事時ではねえよ別に。適当に喋んなよ。そのなんかわかんないけど、そろそろとんでもないこと言うんじゃない？このまま行ったら。そのブレーキだけはあるけんな、今。いやいや、なんかめちゃくちゃ気つけとるけん、今。うん、いやいや、気をつけてください、そう。お前なんか、鼻くそみたいなついてる。もういいよ。鼻水も出てきてんだよ。わかるよ。薬やってるからね、薬って鼻水の。鼻水のね、鼻水の薬を、点鼻薬を今入れたから、点鼻薬を。だからか、あの無尽蔵な体力。違うよ。点鼻薬を今入れたから、それが垂れてきてたって。稽古師匠と同じやつか。違う、そんなことです。いや、余計なことを言うなよ。その、僕だけを責めろよ、お前は。せっかく面白かったのに。せっかく面白い流れになったのに冷めるわ。なんでなんか、違う人言う？これ、本当にやってしまった。せっかく楽しかったのにな。なあ、楽しかったな。今、すごいみんなが目輝いて、うん、僕のミスで。そうね。一番楽しい時間だったのに。盛り下げたな。盛り下げたな。そういうとこあるが、昔から。じゃあやめろよ。改善してくれよ。ああ、もうちょっとやりたかったな。もうちょっとやりたかったね。点鼻薬。せっかく。慌てたかったな。いっぱい言われて、いやいや、点鼻薬、点鼻薬みたいなので、うんね、ちょっとね、声がとかでもっと攻めてほしかったな。それは本当にへこんどる。さすがに、うん、それはわかるだろ。わかる。もうちょっとで。それぐらいはわかる。もうちょっとで黄金鏡があったのに。あったな。一番この、なんていうんですか、時間も深くなってきて、うん、いろいろやってきて、まあ、波もある中、久しぶりのこう、ドーンという、あったね。見えた、見えたところを全部ガサッと台無しにした。手前の堀に落ちてた。やめてくださいね、本当に。へこむわ。へこむな、リアルには。ラジオネーム、逆バンジー39歳。どういうことだよ。私はおじさんなのですが、最近朝立ちしにくくなりました。うん、朝立ちした時はほっこりします。もう聞いてらんねえんだよ、こんなの。もう、ほっこりもくそもずっと下ネタ聞かされてるだけだから。する日としない日がありますよね、やっぱこの時。掘り下げんな、こんなもの。ものすごい疲れた時しますよね、やっぱね。いやいや、もううるせえうるせえ、朝になるんだから。もう朝なんだからやめてくれ。うん、もう、綺麗に行きたいんだから。もういいんだよ。寝てないのに。うるせえんだよ。ずっとなんかぶつくさ言ってるけど。
ラジオネーム虎の絵を描く狐、うん、小さな幸せを感じるのは井口さんのノートで金言を見た時です。お笑いを愛する皆さんは自分の感性をもっと信じるべきが大好きです、うん、井口のノートは読んだ方がいい。まあ、あの、ブログみたいなやつね、書かせてもらってますけど、うん、そこでは結構言ってるんですよ。いいことを言ってるんですよ、ね。やっぱり。たまにいいこと言いますからね、本当にね。そうそうそう、うん、たまにっていうか、常にいいこと言ってますよ、僕は。常にでした。例えば、うん、じゃあ、ウエストランド応援してますみたいな、うん、ツイッターのプロフィールとかに書いてる人が、うん、他の芸人の悪口とか言ってたら印象良くないじゃないですか。うん、それを言ってるんですよ。僕は、うん、好きな人を背負うってことは、うん、もうその人のファンとしてその人に迷惑かけないようにすることが一番なわけでしょ、うん、それをなんかこの人が好きなのに、うん、誰か他の芸人の悪口言ったりとか、それはよくない、ね、僕は全芸能人がファンを教育すべきだと思ってんすよ、うん、何をファンにビビってるのかがわかんない。みんな何が怖いの一体。全然言ってくれないからね、うん、ストレッチーズとかママタルトとかのファンに DM で僕ライブ出るなって言われてんのに全然止めてくんないんだよ。普通ちょっと井口さんに言うなよって言ってくれりゃいいじゃん。言ってほしいね。ひどいよ。怖いんだから。大鶴ひまなんてあんなでかくて、うん、あんな可愛い感じなのにびっくりしたよ。大鶴ひまのラジオ、ママタルトのラジオ聞いてたら、うん、ネットラジオそれこそやってて M1 決まった直後に聞いてたら、ひわ、うん、ちゃんが相方のね、ひわらが、ひわらくんがね、準決勝負けちゃって悔しくて、うん、ウエストランドさんにおめでとう言うの忘れたみたいな、うん、それは理解できるじゃないですか、うん、それを聞いた後の大鶴ひまが、うん、おめでとうとか言う必要あんのかな、怖すぎるから。お前が尖ってんのかよと思って。怖、別にそれ言わなきゃいけないルールとかあんのとかって。怖いんだよあいつ。そんなこと言おったんだよ。で守ってくんない。僕はあいつらの名前とかいっぱい出してんの。仕事もねしたしね、一緒にね、いろんなところに名前出してるんだね。そうそう、ちょっとみんなでなんか仲良くしていきたいよだけだから、こっちはね、うん、はい、まあ、ありますか。ノート見てください。あ、ノート見てください、ね、ぜひね、はい、いろいろ書いてますんでね。ちょっともうお願いしますよ、こっからも。はい、頑張ります。なんで急に顎をしゃくれさせたんだ。集中しろ。こんばんは、愛席スタートの山添寛です。山崎圭です。日本では平日の毎日この時間にコラボレート日本を放送中。コラボレート日本が企業からの依頼を受け月替わりのコラボ企画を実施しています。今月のコラボパートナーはボートレース振興会。ボートレースをもっと多くの方々にもっと身近に楽しんでいただくためにをモットーに活動されているボートレース振興会。はい、今夜もボートレース振興会の角田さんにお越しいただいてます。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、さあ、ここまでボートレース振興会やボートレーサー募集について伺ってきましたが、はい、今夜はそんなボートレース振興会さんからの依頼を教えていただけますでしょうか。角田さん、お願いします。ボートレーサーを目指す人を増やしたい。ほう、うん、これが私たちの依頼ということですね。どういうことなんでしょうか。そうですね、うん、新しいボートレーサーをですね、もっと全国に増やしたいっていうところでですね、はい、あのボートレーサーという職業の魅力とかをですね、うん、ぜひ知ってもらって少しでも興味持ってもらったらぜひ応募してもらいたいなというふうに思って、はいはい、確かに、うん、そのボートレーサーの方の、はい、そのいったら収入とかの明確な感じ、うん、詳しいことは全く知らないですわ。そうですよね、うん、今ボートレーサーって全国に支部があって、はいはい、それぞれにこう所属レーサーの方たちされてますけど、うん、全国に今何名ぐらいいらっしゃるんですか。そうですね、全国では約、うん、あの1600人ぐらいいまして。おー、そんなにいるんだ。はい、ちなみにあのそのうちの、はい、あの大体250名くらいが女性のレーサーです。はい、あ、へー、結構多いですね、女性の方も。そうですね、うん、はい、増えてきてそうですね、女性レーサー。そうです、おっしゃる通りです、うんうん、でこの養成所が15歳から30歳までこう幅広く募集してるってありましたけど、はい、こう入るときに、まあ、正直こう運動神経がいいとかスポーツをしていた方が有利とか、うん、そういうのはあったりするんですか。そうですね、うん、あのスポーツ経験の有無であの合否に影響するっていうことはあのもちろんないんですけれども、はい、例えば体幹を生かしたりとかするスポーツではあるので、確かに、はい、なのであの、まあ、そのスポーツ経験が有利になることもあるのかなっていうふうには思います。なるほど、はい、実際になんかこういう経験があった人が入ってきたとかそういうのってあるんですか。あ、まさしくあの去年で言うと、はい、あのプロ野球選手 の西武の野田翔吾さんが、うん、あの、はい、養成所を卒業しまして、はいはい、レーサーになりました。え、
もともとプロ野球選手だった方が養成所に1年間入って、はい、でデビューされたってことですか。そうです。はあ、はい、いろいろあるんだ。さあ、という間にお時間でございます。ということで、こちらの依頼を受けまして、うん、明日は企画の内容を発表させていただきます。はい。それではまた明日、相席スタート山添寛と山崎圭でした。目覚ましテレビエンタメプレゼンターのウエストランド井口です。目覚ましテレビエンタメプレゼンターのウエストランド河本です。目覚ましテレビはラジオ終了後の5時25分からフジテレビ系列で放送です。みんな見てね。ウエストランドのオールナイトニッポン。この時間はウエストランドのオールナイトニッポンをお送りしています。なんか年末年始というか、うん、M1 以降、うん、いろんな番組出させていただいてますけど、うん、アナザーストーリーもまあ言ったらそうなんですけど、うん、僕の親が出てきすぎじゃない。そのまだ、放送されてないものが結構あるんですけど、これから僕の親がめちゃくちゃ出てくるんですよ。あれ、そうですね。どういうことなの？なんで僕の母親があんなに出てくるの？だから、まあ、使いやすいんでしょうね。なんか見たことないじゃん。そんなに親がガンガン出てくる。年末年始で5、6本は、その、テレビとか出てきてる。だってやっぱり出た時必ず爪痕残そうとしてくるけん、やっぱり、好感持たれるんだろうな、スタッフさんとか。だって他の番組でないじゃないですか。てか他の芸人でないじゃないですか、なんかあの、うん、なんかうちの親だけめちゃくちゃ出てくるし。出てくるね。で、この間ヒットパレードお正月も、急に親に電話するみたいになって、うん、企画でね、うん。で、親がテレビ見てるかどうかチェックする。うんうん、で番組で言ってるキーワードを親に聞くみたいなんで、うん、で、意地悪でキーワードも、イグチンランドみたいなのして、正月の昼ですよ。うん、いいわけねえだろと思って、なんでそれ親に言わすんだよと思って電話したら出て、うん、キーワードって言ったら、イグチンランドって言って、そっからテンポ悪くなって何の会話も聞こえなくなって。そう。なんでイグチンランドだけはっきり聞こえたんだと。だから持ってるんですよ。だからいろんな番組、これからもちょっと出るんですけど、うん、スタッフさんでも言ってましたね。すごい分かっていただいてスムーズでしたみたいな。早い、理解も早い。俺なんかより早いもんな。もうなんならうちのマネージャーが親の番号とか控えてるから、そのいつでも井口ぶっ飛ばして連絡取れる。なんであんなにうちの親出るんだろうな。すげえ。やっぱそれ出たいのも出たいんだな。いいともにも出てますからね。まあまあ見に来てね、わざわざ出てますからね。そう、井口マリオね。うん、いいよ、名前言うないちいち。まあこっからもうちの親も出てくるんでね、注目しててくださいね。はい。じゃあメールちょっと紹介しましょうか。はい。ラジオネーム、マーサンマー。うん、井口さん、薬やって無尽蔵のスタミナがあるならば、この後お台場まで尿道ボルトと対戦してください。やめてくれよ。なんなんでさっきから言う尿道ボルトって一番嫌なんだよ、なんか。世界観がわかんなすぎて。あと痛いんだよな、その尿道って聞くだけで。そうそうそう、わかるわ。その尿道とボルトで、なんか痛みがすぐ走るから。うん、そうすげえ嫌な気持ちになる、ね。やめてくれよ、もうその話。ラジオネーム、パリジェンヌ。うん、尿道ボルトは。もういいよ、尿道ボルトの話やめてくれ。そんな言葉ないから。ベンツボに落下してゴールを決めた時にあのポーズするんですかね。知らねえよ。ベンツボって何。ベンツボってどういう言葉。とにかく汚い言葉をなんか見つけて送ってきてるけど。すごい嫌だ。あ、もう嫌だ。ラジオネーム、左の鎖骨。うん、M1 で河本さんが万歳した時、嬉しくて自分も万歳して、わーいって言ってたのがめちゃくちゃ恥ずかしく思えてきました。これ恥ずかしいことです。恥ずかしいよ、これは。反省してくださいね、うん。それは恥ずかしいことです。万歳なんてしないでください、M1。本当にダメでしたよ。M1 という場で万歳なんてしないでくださいね。何があっても。今後全若手に言っときます。M1 で何があっても万歳なんてしないでください、ね。あれはボケでも何でもないです。あとその、めくれる最終決勝の時に、っていうのやめてくださいね。アナザーで流されますから。しー。あの顔を見た？しー。見た見た。なんかその、しーみたいな、嫌な、嫌なやつなんだよな、なんか。やめてほしいわ。嫌じゃわ、あれ、消してほしいわ。もう、ちょっとね、綺麗なメールだけ送ってきてくださいね。はい。じゃあコーナー行きましょうか。続いてはこちらのコーナー。河本、絶対やるなよ。楽しい音楽流してる場合じゃないですよ。ずんなよ、ありがたいことにね、M1 優勝後いろんなお仕事をいただいてるんですが、うん、まあすでにね、いろいろちょっとやらかしたりもしてますし、そうですね、まあ今日の放送しかり、今日の放送ギリ保ってはいますけど、うん、今後何をやらかすかは分かんないんで、いや気は抜けれないですよね。本当に一瞬で終わりですから、はい、本当に、はい、本当に一瞬で終わりですから。怖めが
いやいやでも本当にそういう世界ですから。そうですね。これは気をつけていただかなきゃいけないので、はい、今年やらかしそうなことを送ってもらい、絶対やらないように釘を刺しておくコーナーです。だから必要ですよね。事前に分かっとけばね、うん、これをやるなとかあれをやるなとかね、うん、なんでちょっとこれを聞いてこれはやっちゃダメってちゃんと分かってるかどうかのテストでもありますからね、うんうんうん、はい。ラジオネームアザラシ2、うん、池上彰の番組に出演し、いい質問ですねという池上彰に対して、そう思ったから言ったんですけどというあ、これはいけるんじゃない。ダメでしょ、これはダメだって。ボケとして、いやいやこれ一番ダメ。やっぱその池上さん、あでもまあその悪映るな、なんかでもそれな、うん、し池上さんがそのあその見たことない池上さんの顔になるから。そうだな、やっぱそのバラエティの、うん、完全バラエティだったらまだいい、まあ、あまああんまようない印象もな、その僕も別に知らないですよ、テレビ全部知ってるわけじゃもちろんないですけど、うんうん、やっぱそうじゃない場あるから、その何でもかんでもやって、まあね、その芸人ですよ我々は、うん、お笑い芸人ですけど、うん、そうじゃない場はあるから、そのこういうの言えるよ、その時間とかあるからね、うん、でももう違う時あるから、一番それが一番やばいから、本当にまあまあやめようと思って気をつけて、これダメです、これダメですね、そう思ったから言ったんですけどなんて見てらんないから、ちょっと喧嘩売ってるような感じですからね、みたいなね、グッとくるかもしれないから池上さんもね、めちゃくちゃ怖いよそしたらめちゃくちゃ怖いですよ、うん、ラジオネームテントウムシはほぼ肉食、野菜を作っている農家さんを訪ねて、生でも美味しいですよと言われた時、いや料理した方がうまいでしょという、まあよくはないわな。いやよくねえよなんでそのギリギリだなみたいになってんだよ、うん、全然よくないから。あの動物園のなんかロケとかよくさせてもらうんですけど最近、いやその何を俺一人で言ってますみたいな感じで、あの二人でね主に僕が言ってるやつと、一緒に行ってますから、必ずその動物の餌を食うっていうボケをしてるんですけどあれやっぱピリつくな。いやだからよくないんだよ、うん、そんなことあれやめるわ。みんな、うん、芸人、世の中全員芸人さんなわけでもないし、うん、その楽しく綺麗に映さなきゃいけないわけですから、そうね、うん、なんかその破天荒系はいらないんですよ結局ね、うん、ただそのやっぱボケとしてな、いやそんなんいらないっすボケなの、あとそのあれボケよ、いやいやあなたの役割、そのいやボケですらないよ、それ M1 の時見てもらえばわかるけどね、うんうん、ちょっとそのもうちょっと楽しく聞いてもらっていいですか、はい、何が今このコーナー、このコーナー自体をなんかそのいや真面目に答えて、いやいやいいんですけど、いいんですけどね、それはそれ真面目に、あまあいいんです、真摯に、あありがとうございます、これはいいかどうかね、ああ判断して、そうそう、なんかじゃあ言ってもらうか、これはありかどうかバシッとね、うんうんうん、聞いた時の直感で、うん、ラジオネームスナフキン先生、家ついて行っていいですかに出演し、 VTR の感想を振られた時、なんかAV にこの番組のパロディのやつありますよね、うわ言いそう、ニヤニヤしながら言ううわ言いそうこれダメですから、そあるしな、いやあるしなじゃなくないないし、いやそれ俺危ねえっていうかもう何なんだよ、事前に入れといてよかったの、これじゃあたくさんメール来てるんですよ多分、今日紹介できるの限られてる、うん、それ閉じてルーズリーフに持って帰る、家に持って帰って見た方がいいよ、うん、まさかの、うん、こんなのは言うわけねえだろうってみんな思ってるやつ、こいつ言うから、これ言う、これ全部持って帰った方がいい、これマジで言うよ俺だ絶対やめてくれ、ボケなんだから容易に想像できたもん、いやみんながこんなのさすがに言うかい、まあだからいやこんなのさすがに言うかっていうボケなんだろ、ツッコミ待ちなんでしょうけど、残念だったな言うよこれぐらいのことは、うわきついな、これはやばいな、思ったよりやばいですね、やばいか、やばい、言う頭には浮かぶだろ、でもいやいやで、まあ浮かんだとしても言っちゃダメという番組なんでね、やっぱそりゃそうか、はい、その飲み会じゃないんでそうじゃな、はい、ラジオネーム天草大王時貞、ドキュメンタルに出演し、一切笑わせることも一切笑うこともなく制限時間いっぱい出演し続ける、いやそれはさすがにそんな度胸はないよ、うん、そう度胸系はね、度胸系はないですから、ね、度胸系はないんで安心してください、うん、そうそう、そういうのはない、ね、これはできない度胸がない できない、うん、できないとかの問題じゃねえんだよ全部やるな、これはできないメンタルがあるね、ややこしいな、うん、ドキュメンタル、つまんねえ本当につまんねえ、一番つまんなかったんじゃないこの2023、いろんなあらゆる初つまらん、いやそれもそれもです、それもです、初つまらん、いやそれもです、やめてください、もうこれ以上つまらなくするの
ラジオネーム、うるおい成分。はい。NHK の子供番組に出演して、パパのスイッチが入り、箸にも棒にもかからない、ほっこりエピソードを連発する。これはいいですよ。これは、うん、やってほしいですいい、うん。これはやっていかなきゃ。これはやろう。これは潤い成分、実はこっちがいいんですよ。うん、やった方がいいんですよ、これは。そういうのやっていってますからね、今。絶対にやってくださいね。うん、もう怖いですからね。怖いこと言うと怖いですからね。うん、そうね。ラジオネーム、マーティー。ラジオネーム。もうちょっとぐらいいいだろ。言っとくけど。僕もブチラジネームって言わないように今気張ってんだお前が言ってしもうたらな。あんだけ言ったから、もう今一番緊張してるんだから。そのブチラジネームって言わないだけに。ラジオネーム、マーティーシングルね。はい。カラオケ番組で81点を出す。ありそうだな。ああ、これは、でもやっちゃいけんとかじゃないのかな。でも、得てして、こういうの良くなるじゃないですか、なんか、毎回、うん。こういうところに着地しがちなんですよね、ゲームとかに挑戦したりしても。ゲームとか一番危ないんだよ、ね。絶対カットされる得点しかならない。突き抜けもせんし、うん、低すぎもしないっていうね。そうそうそう。ラジオネーム、ガイル・ガーゴイル。雪山ロケで、白銀の世界の感想を聞かれたとき、ここで射精しても絶対バレないですよね、とヘラヘラしながら答える。うわそれぐらいはだからもうカットするされるの覚悟で言うかもね。なんで言うんだよ。言うは言うかもね。迷惑かけんなよ。その番組の時間帯によっては言うかもね。まあ、その雪山ロケが何かにはより、まあ、どっちにしろダメだから、こんなもう麻痺してきたらみんなダメだ、ダメ全部ダメだから。これはダメだ、ダメだ、ダメはダメ。面白ないしな。面白ないっていうところもやっぱり一個ボーダーがなないといけんよな。いや一番大事で、うん。そのボーダーのみでこれからやっていく。いや結局、うん、それだから。なんでダメか分かってますか？面白ない。その、ひりつくから笑わないんですよ、やっぱこういうのはね。なるほどね。僕らのネタを見て、うん、あいつは悪口言ってるとか言うけど、うん、その、本当の悪口だったら笑わないわけじゃないですか、誰も。そうね。だからそこを言う、面白いかどうかの物差しだけを持っといてください。一番近くでお前を見とったのにな。一番僕のこと分かってないネット民みたいなこと言いますから。ラジオネーム、テンセントホール。感動の VTR が終わった直後の号泣している柴田理恵を見て、ザ・柴田理恵って感じっすね、という。いや、それは僕も泣くけんな。その感想。負けじと泣くけんな。なんなんでその感想。青いな。青い涙。青いやつ覚えといてくださいよ、うん。どうやってやるんだよ。青いアイライナー引いとく。まあまあまあ、だから目立たないようにできるんならいいですけどね。バレんか。バレるか。具体的には、だから冷たくねえんだよ、この話。やらないから。え？やるつもりだったよ、俺。いやいや、どうやってやるんですか、その、やれるんならいいけど。青引いとくん。僕がいないときにしてくださいね、その、嫌なんで。いや、処理してよ。いやいや、嫌です。なんで青いんだよって言ってよ。いや、その、だから、あんまないんだよ、その、泣く場面も。あと、バレないようにアイライン仕込む時間というか、その場面も。それはメイクさんにやってもらうよ。入るときに、スタジオ。何で泣くんだよ、これから。じゃあ、感動するときは常にそうしとくってこと？うん。いや、でも俺何回かテレビ番組で泣きそうなったことあるです。ぐってこう我慢して、こう上向いたことあるの。じゃあ、これからはもうそれで泣い、もう我慢せず泣いてっていう、ね。うん、うんうん。まあちょっと一回挑戦してみるのはいいかもしれないですけどね。うん、やってみる。ただその、途中で俺なんかアイライン青いなってなったときなんだよ、問題は。青くないっすよ。いや、見てらんないですよ、あんな方見。そんな方見てらんないよ。ラジオネーム、ずっと春休みでいいのに。うな重のうなぎだけ食べて、お腹いっぱい、という。ああ、まあちょっと前ならやったかもしれんな。今はさすがに。今はもうちょっとやらんと思う。で、こんなに、大丈夫かな？え？なんか、こんなレベルのやつ。こんなレベルなの？いや、全部そうですよ。あ、そう。うん。ラジオネーム、コリーズにミニラーメン、はい、ゲストの北野キーさんを力士っぽいイントネーションで呼び続ける。こんな面白はできないな。北野キー、ね、北野キーみたいなこと。そうそうそう、ああ、これ面白い。これは多分思いつかんと、まあ、そうだな、うん、僕も思ってこんな面白い、これはできないと。これはうん、やって一回やって、うん、僕が突っ込むとかいいけど、やってほしいけどやってくれない。これを知らんかったです、言ってないと。こんなこと思いつかん。だから、うん、何回も同じこと言うけど、こういうのは思いつかんと。分かったよ、うるせえな。もしでも今度北野キーさんとご一緒したら、うん、いいんじゃない。これは逆に、これやってみるわ。その分かりやすくやってくれよ、その、うん、これ持って帰るわ。これはこれで、うん、いいですか、すいません、懲りずにミニラーメンさんパクって使いますんで、すいません、使います、これはやります。で、僕も、よい、歴史っぽいイントネーションで言うなって。あ、稀勢の里みたいなこと。
いやいや、北の国とかそういう人も別に、まあ、北のはよくあるからね。ああ、そういうことか。なんで稀勢の里にしたんだよ、無理やり。音が。いや、だ北のなんとかっていう。ああ、なるほどね。だ北の木。ああ、なるほど、ね。なんで変にするその良きところで。良きところで変にして終わる誰もがもう終わっときゃよかったみたいな。なんでその、ダメにす、すごいよな。ダメにするろかみたいなのが。せっかくええところに着地しとったのに。そう、もう全然普通に追われて。そっから動くんだよな。なんで動くんだよ。そっから落ちるんだよな、海に。だからそうそうそう、今も。今も今も。もう変な例えとか。何海に落ちるとかいらないから。やめてくれよ、もう。なんか良きところ感があったら何も喋んないでくれよ。そうね。こっちでやるから。怖いな。せっかく良かったのにな。ラジオネーム、バスケットカウント。はい。初めて共演するアナウンサーに、河本さんはどうですか?と話を振られたら、僕、河本じゃなくて、川本です。と嘘をつく。あー、まあ、やらんかな。かわいそうだよ。そんな反応されたら。まあ、川本って間違えられますからね。川本ってよく言われるんですよ。だからもっと言った方がいいですよ、その、川本。あと、川本って言われた時否定しないから、お前が。なぜ?うん。もうなんか慣れちゃったんだ。否定しろよ。間違えてんだから。うん、そうそうそう。ラジオネーム、どうにもならんよ。はい。可愛いワンちゃんや猫ちゃんを紹介する番組で、出てくる動物を獣と呼ぶ。これはなんとなくダメそうだな。なんとなくわかる、うん。でも結構これに近いことはやりますよね。その、やるっていうか。やるやる、よくやる。それこそ動物番組のロケとか行かしてもらって、うん、すごい可愛い感じでわーって来てんのに、怖い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 みたいな、そういうスタッフさんに、ちょっとやめてください、その、うん、怖いじゃないんで、それはっていう、その。でも怖いんだよ。行くな、ロケもうそんなやつは。怖いんだよ、あれ。それでも、もう可愛い。みんなは可愛く見える。別に可愛いと。お前のその、何?まあ、ビビリだ、なんですよね。嫌いは。うん。もう何もするな!ロケも行くな!スタジオも来るな!喋んな!もう何にも。うっとうしいな。家に。何が面白いんだよ、それの。な。うん、出てこないでください。ウエストランドの仕事の時、家おるわ。どういうことで楽しそうで何より。イエス高須クリニック。高須クリニックは頑張る女性を応援しています。高須クリニック。元最強ヤクザ不死身の立つ、現在は専業主婦。津田健次郎が演じるあの男が帰ってきた。アットホーム人気コメディー、ネットフリックスシリーズ極主夫道シーズン2は現在好評配信中。箱根の自然とダイナミックな彫刻たち、アートチャージしたくなったら箱根彫刻の森美術館。ラジオが読めちゃうウェブサイト、日本放送ニュースオンライン 1242.com からアクセス。エイブル部屋選びトランプしよう。一番いい部屋を選んで勝負な。日当たりを取るか広さを取るか、この部屋に決めた。うわ、全部いい。ねえ、この間取り良くない？いや、見せるなって。俺的最強の部屋発見。じゃあ行くよ、せーの。一番いい部屋誰だ？これもいい、それもいい、あれもいいって、全員いい部屋かーい。部屋エイブルで決めよう。エイブル。エイブルなら仲介手数料半月分、学割、女子割、リピート割やってます。詳しくはウェブで。この時間はエイブルがお送りしています。ここで一曲お聴きください。ストーンズでブンパウ。ウエストランドのオールナイトニッポン。この番組はワンカップ大関、栗本鉄工所、高須クリニック、出光興産、ボンズフリー、日本外資、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。さあ、もうあっという間にお別れの時間ですよ。ですわ。どうでしたか？楽しかったですね。
あ、そうですか、はい、何よりでございます。いやいや、あのもうちょっとこっからエンジンかかっていたぐらいなんでね。かかってたんですか。うん、よくないエンジンがかかってるようにしか思えなかったですけどね。さあ、ライブのお知らせがございます。はい、粒ぞろい2023みんな売れて大復活ライブ in 草月ホールでございます。2023年1月22日日曜日18時開演となっております。会場は草月ホール、会場のチケットは完売しております。配信チケットがフィアで発売中となっておりまして、配信チケットの料金は税込み2000円。はい、出演が、我々ウエストランド、で三四郎、マジカルラブリー村上、ラブレターズ、ポークチョップ、おー、R 藤本、すげえ、岸高野とかとなっております。はいはい、これは、今隣にいる作家の飯塚さんがもう本当に10年ぐらい前、ね、10年ぐらい前にやってた粒揃いっていうライブがあったんですけど、はい、もうザ・地下ライブみたいなね、そうですね、やってたんですが、メンバーがね今いろいろ、まあ我々も M1 撮らせていただきましたし、うん、もちろん三四郎さんも大活躍、うん、マジカルラブリーさんも M1 優勝、ラブレターズも頑張ってますし、うん、まあ、藤本さんもね大喜利とかでやってますし、フォークチョップだけですよ本当に。そうですね、うん、まあフォークチョップがねこのメンバーで見られるライブはここしかないので、ぜひ配信でね見てください、よろしくお願いします。はい、そしてもう一つタイタンライブ、タイタンシネマライブ、こちらが、2月10日金曜日19時会場19時半開演でございます。はい、映画館でも見られるようになってますので、詳しくはタイタンのホームページをチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。さあちょっと時間のある限りメール読みましょうか。はい、ラジオネームサンタイガー、ウエストランドさん2時間お疲れ様でした。はい、M1 チャンピオンということで2023年は非常に忙しい1年になると思いますが、頑張って尿道ボルトのように走り抜けてください。応援しています。この後目覚ましテレビ行くんだからやめてくれよ。もうそれ以外は拭い去りたいんだよ。ええメールだったこの話は。痛なるなチンチンはっきり言うな。もう一個くらい行きましょうか。はい、ラジオネームスタイナー、全方位に悪口言うだけならまだしも、薬を常用しているだの尿道ボルトだの、これまた5年後だな。そうですね、ちょっとお願いしますよ、また早めに呼んでもらえるようにね。はい、もう一個いきましょうか。もう一個いきましょう。ラジオネームトリケラトプス、今日もラジオが終わった後は何もなかったかの、何もなかったかのようにすぐ帰らされると思うので、井口さんからスタッフさんたちに話しかけて反省会を始めたらいいと思います。この空気が一番嫌ですからね。ちょっとみんなでいい感じで話したいと思います。さあ、この後3時からは、はい、天才ピアニストのオールナイトニッポンゼロでございます。そちらも聞いてください。はい、ここまでのお相手はウエストランド井口と浜谷蓮でした。やめろ急にボケんな。Thank you.
Imagino o primeiro encontro, o princípio de um belo conto. Saber o futuro, impossível. Só que o amor é invencível. Casaram com simplicidade. Primeira safra, uma fatalidade. Começaram de novo do nada. Cabeça erguida pela longa estrada. Esperança e fé na crença. Esperança, vencer a sentença. Esperança, Maria em versos. Seguiram um sonho com muita luta. Pois quem planta um dia desfruta. Espíritos, preces e mistério. Honra a muralha do seu império. Anos de suor, sacrifício. Nunca incorretos, nunca um vício. Ficou lembranças, cenas, saudade. Algo mais que não morre com a idade. Esperança. A esposa ao lado de olhar sofrido. Pensei o meu.